ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙お腹空いたわ、ご飯ご飯。またなのか、さっき食べたばかりなんだぜ。さっさと行くわよ、ゆっくり健康料理解説総集編パート2。まったく霊夢はこういう時は張り切るんだから。あとブログも解説してるので動画概要欄から遊びに来てね。というわけで、ゆっくり見ていってね。ゆっくりしていってね。マリサ、お腹すいたわ、何食べようかしら？そうだな、和食にしようかなんだぜ。じゃあ肉じゃがにしましょ、じゃがじゃが。いいな、肉じゃがは美味しいから食べようぜ、霊夢。肉じゃがは美味しいわよね、じゃがじゃが。それじゃあ今回は肉じゃがの栄養について解説するぜ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録していってね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は肉じゃがの栄養についてゆっくり解説するぜ。ホクホクして美味しいわ、じゃがじゃが。肉じゃがは牛肉とじゃがいも、その他に玉ねぎ、人参、糸こんにゃくを炒め、醤油砂糖みりんで旨煮にした料理なんだ。肉じゃがはお袋の味よね。そうだな、肉じゃがは食材の違いや、味付けの仕方が家庭によって違うことで、味の違いも家庭ごとに違ってくるんだ。なので子供の頃に食べていた家庭の肉じゃがと、大人になって食べた惣菜の肉じゃがに味の違いを感じて、肉じゃがはお袋の味だと感じやすいと考えられるんだ。そうね、お母さんが作ってくれたわ、ホクホク。また作るのが他の家庭料理と比べて簡単であるため、作る回数が多く思い出に残りやすいことも、お袋の味として挙げられるんだ。そうね、食材を切って、炒めて、味付けするだけだから。でも、肉じゃががお袋の味だという認識は昔の世代に多く、若い世代ではお袋の味といえば肉じゃがが大多数ではないんだ。その理由として、昔と比べて肉じゃが以外の料理が増え、肉じゃがを子供の頃に食べる機会が減ったり、冷凍食品など作るのが難しい料理でも、レンジがあれば簡単に調理できる食品が増えていったことが考えられるんだ。便利よね、冷凍食品、今は働きながら子育てをしているお母さんが増えてるから、利用している人が増えているのかもね。肉じゃがは味付けが家庭によって違うと言ったんだが、そんな変わった味付けの肉じゃがをいくつか解説するぜ。まずは味噌肉じゃがだぜ。味噌ね、和の調味料だから肉じゃがに合いそうだわ。作り方はごま油で食材を炒めた後、味付けに味噌、醤油、みりんを使うんだ。味噌を使うことでまろやかな味わいになるんだぜ。いいわね、味噌は家庭にある食品だからお店に行く必要がないわね。次は塩肉じゃがだぜ。塩だからあっさりしてそうね。塩肉じゃがは味付けを塩と粉末の和風だし、みりん、酒などで作るんだ。あっさりしていて食べやすくなるんだぜ。シンプルだから食材の味を楽しめそうだわ。次はトマト肉じゃがだな。え、トマト？トマト肉じゃがはその名の通りトマトを使った肉じゃがで、和風だしとトマトの旨味が合わさって美味しくなるんだぜ。確かにそうね、トマトには旨味があるからいいわね。他の肉じゃがのアレンジは牛肉じゃなくて、豚肉、鶏肉を使うのもいいと思うんだぜ。鶏肉の塩肉じゃがにしたら、あっさりしていいかもね、肉じゃがは無限の可能性があるわ。たまに味付けや食材を変えて作ってみるのもいいな。こんなに美味しくてアレンジできる肉じゃがはどうやって生まれたのかしら？そうだな霊夢、肉じゃがの誕生にはいくつか説があり、有名なものにビーフシチューを再現するために生まれたというものがあるんだ。ビーフシチュー好き、もうもう。明治時代に当時海軍中将であった東郷平八郎が、留学していた頃に食べていたビーフシチューを官場食として部下に作らせたんだ。しかし部下はビーフシチューを食べたことがなく、東郷平八郎から食材を聞いて、和の味付けをした結果、肉じゃがが生まれたという説なんだぜ。へぇ、偶然生まれたのね。それで日本の海軍はビタミン B1 不足によって引き起こる、脚気の予防のために肉を使った料理である肉じゃがを採用し、もう一つ採用した理由があるとされるんだ。美味しいからかしら？違うんだぜ霊夢、肉じゃがにはビタミン C が多いじゃがいもが使われ、解決病を防いでくれるんだぜ。解決病、なんだか怖い名前の病気ね。解決病とはビタミン C 不足によって引き起こる病気で、ビタミン C は体内でコラーゲンを作るビタミンだよな。そうよ、お肌や血管がピチピチになるために必要なのよ。でもビタミン C が不足してしまうと血管の柔軟性が悪くなり、内出血しやすくなってしまうんだ。
そうして体中から内出血が引き起こり、皮膚に出血した血が溜まり、さらには歯茎、筋肉、粘膜、骨膜で出血を引き起こし、最終的には死に至る病気なんだ。怖いわ、でもジャガイモのビタミン C でコラーゲンを作り出せば大丈夫ね。そうだな、海の上では栄養の補給が難しいので、日本の海軍はジャガイモが入った肉じゃがが定着し、カレーと同じ材料で作ることができることも、採用された一つかもしれないな。海軍カレーってあるわよね、食べてみたいわ。そうして肉じゃがを食べていた海軍の人たちが、家庭に広めて肉じゃがが日本中に伝わっていったとされているんだ。そしてお袋の味になっていったのね、じゃがじゃが。次は肉じゃがの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。肉じゃが一皿 133g あたりのカロリーは 170kcal で、タンパク質は 5.28g、脂質は 7.33g、炭水化物は 19.35g、食物繊維は 1.32g なんだぜ。170kcal だったらそんなにカロリーが高くないわね。そうだな、牛肉を使っているんだが、食材の大部分がジャガイモを占めているから、そんなにカロリーが高くないんだ。確かにそうね、あと味付けが和風だからもあるわね。ジャガイモのカロリーは 100g あたり 76kcal で、炊いたご飯では 168kcal なので。ジャガイモは炊いたご飯と比べると、カロリーが半分以下なんだ。カロリーが低いなんていいわね、ホクホクして美味しいし。またジャガイモにはビタミン C が多いんだぜ。ビタミン C ってお肌のコラーゲンを作るビタミンよね。ピチピチよ、ピチピチ。さらにジャガイモのビタミン C はデンプンに包まれているため、熱の影響を受けにくいんだ。じゃあ肉じゃがのジャガイモのビタミン C は、体内で活用されやすいのね。ピチピチ。またジャガイモはビタミン B6 も多いから、肉じゃがはこの2つのビタミンが多いんだぜ。肉じゃがに多いミネラルはモリブデンだけであり、他の食材も加えて栄養を足していきたいな。それで肉じゃがには糸こんにゃくが使われているな。糸こんにゃく、いっぱいもぐもぐして肉じゃがを味わうことができちゃうわね。こんにゃくは低カロリーだけでなく、グルコマンナンという水溶性食物繊維が含まれているんだ。グルコマンナンには水を吸収する働きがあり、胃の中で水分を吸うと満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎ予防になるんだぜ。食べ過ぎ予防だなんて、いっぱい食べれないじゃない。食べ過ぎな霊夢にとってはちょうどいいんだぜ。また善玉菌の餌になったり、血糖値の上昇をゆっくりにしたり、コレステロールから作られている胆汁酸を排出させることで、コレステロール値を下げてくれるんだ。こんにゃくでお腹の調子が良くなりそうね、ブリブリ。こんにゃくはダイエットになるだけじゃなくて、よく噛んで料理を味わうことができるから、美味しさ的にもおすすめだな。それで玉こんにゃくを入れたら食べ応えがあって、食べ過ぎ予防になるわね。もちろん私は入れないわよ。霊夢は玉こんにゃくじゃがを食べないといけないんだぜ。それで牛肉が入ってるからタンパク質補給ができちゃうわ。そうだな、タンパク質は体の組織を作るのに必要な栄養だから、タンパク質は意識して摂取してほしいんだぜ。ちゃんと摂取するわよ、もうもう。そうだわ、他の食材も加えて美味しくヘルシーにしたいわマリサ。それじゃあ、次は肉じゃがに足りない栄養を足す食品について解説するぜ。まずは人参だぜ。人参、優しい甘みが加わって美味しくなりそう。そうだな、人参は手軽に購入できる食材だから、肉じゃがに追加しやすいぜ。人参には体内でビタミン A に変換される β カロテンが豊富に含まれており、その他の栄養は少し含まれているんだ。人参はビタミン A に特化した野菜なのね。なのでビタミン A の補給、その他の栄養の底上げとして人参を加えてほしいな。あと甘さも加わって美味しくなるわ、ホクホク、甘々。次はグリーンピースだぜ。グリーンピース、緑色が加わって肉じゃがが鮮やかになるわね。そうだな、グリーンピースは栄養が豊富で、ビタミン B1、ナイアシン、葉酸、ビタミン K、食物繊維などの、肉じゃがに足りない栄養が豊富に含まれているんだぜ。じゃあグリーンピースを加えれば、栄養をたくさん摂取だわ。でも肉じゃがに使うグリーンピースは量が多くないので、栄養を底上げする程度で使うといいんだ。そうなのね、美味しく見えるから使うわよ。他にはサヤエンドウもグリーンピース同様に、栄養を底上げしてくれるのでおすすめだな。次は牛肉じゃなくて豚肉を入れてみるのもいいんだぜ。お肉を変えるのもいいわね、ブヒブヒ。豚肉にはビタミン B1 が多く含まれており、ビタミン B1 は糖質からエネルギーを作り出すビタミンなので、元気に活動したい人には豚肉を入れるのがいいな。
豚肉で元気よ、ブヒブヒー。でもカロリーが牛肉と変わらないわマリサー。じゃあ鶏胸肉だな。低カロリー食材よね。鶏胸肉は加熱しすぎると水分が抜けてパサパサするので、加熱時間を短くするといいんだ。もしそれでもパサつくのなら、小麦粉でまぶして、加熱しても鶏胸肉の水分が抜けないようにすれば、パサつきにくいんだ。一回小麦粉でまぶして焼いて取り出して、肉じゃがの完成直前に、胸肉を入れて火を軽く通したらいいわね。それで鶏胸肉は高タンパク低カロリーで有名な食材だな。そうね、カロリーが低いとダイエットにぴったりだわ。また鶏肉にはイミダゾールペプチドという疲労回復に効く成分が含まれており、疲れが残っている日には鶏肉の肉じゃがを食べるといいんだぜ。いいわね、鶏肉で元気になるわよ、コケコケコー。鶏つながりでゆで卵を入れるのもいいんだぜ。ゆで卵いいわね、おでんにも入れるから和の肉じゃがにも合いそう。卵は栄養豊富だから、栄養の底上げに卵を入れるといいんだ。また肉じゃがには卵にないビタミン C、食物繊維が含まれているから栄養的に卵は相性がいいぜ。溶き卵をかけて作るのもいいかも、はぁはぁ。肉じゃがじゃない料理になるかもしれないが美味しそうだな。あとはカレー味にするといいぜ。カレー味、いいわね。肉じゃがに使われる食材は他の料理でも使われることが多いので、カレー味にしてご飯にかけるとカレーじゃがになるぜ。へぇ、そうね、牛丼の具材の牛肉があるから、じゃあご飯に乗せて肉じゃが丼にするといいわね。あとうどんに乗せたら肉うどんならぬ、肉じゃがうどん。クリームシチューにアレンジするのもいいわ、はぁはぁ。他には肉じゃがパスタ、コロッケの中に入れるのもいいな。じゃがいもが入ってるからコロッケもいいかも。いやあ、でも血糖値が上がりそうだわ。まあまあ、こんにゃくがあるから血糖値の上昇は緩やかになるし、もし気になるならキノコを入れるといいぜ。キノコ入れたら食物繊維の他にビタミン D も補給できちゃうわね。キノコって便利食材だわ。キノコの食感も加わって美味しくなるからいいな。あ、トマトの味付けの解説あったわよね。トマトの旨味が加わって絶対に美味しいわよ。そうだな、旨味が加わるから塩分の量を減らして減塩することができるな。そしてトマトのリコピンが体の活性酸素を除去して、老化予防になるから健康的にもおすすめだな。トマトで美味しくなってピチピチに、うふうふ。それで、肉じゃが以外の料理に何を加えようかしら？それならわかめと豆腐の味噌汁がいいと思うんだぜ。わかめと豆腐には肉じゃがに足りないミネラルが豊富に含まれているから、ミネラルを補うためにおすすめなんだぜ。いいわね、味噌汁、ごくごくよ。他にも具沢山の豚汁もいいな。豚汁、豚肉じゃがと一緒に食べたいわ、ブヒブヒ。そんなに豚肉を食べると豚になるんだぜ霊夢。いいじゃない、ブヒブヒ。他には納豆ご飯でミネラルの補給もいいかもな。納豆は栄養豊富だけじゃなくて納豆菌で腸内が良くなるから、定期的に食べたいわね。それで今回、肉じゃがにおすすめな食品を入れなかった場合に、その食材を炊き込みご飯に入れるといいぜ。例えばグリーンピースの豆ご飯とか、いいわね。みんなも肉じゃがにいろんな食材を入れて美味しく食べてほしいんだぜ。他の料理も一緒に食べて栄養も摂取してほしいわ、もぐもぐ。じゃあ肉じゃがを作ろうぜ霊夢。わかったわ、美味しい肉じゃがを作ってあげるんだから。じゃあ霊夢が肉じゃがを作ってほしいんだぜ。超美味しい肉じゃがに仕上げるわよ。さあマリサ、霊夢じゃがの完成よ。自分の名前をつけるのか霊夢。さあ見てなさいマリサ。じゃがーん。普通の肉じゃがなんだぜ。そうよ、シンプルザ、ベストなのよ。でも美味しそうなんだぜ。ダメなんだ兄、サバを入れたらもっと美味しくなる兄。じゃあ、いやぁ、肉、キノコを投入すべしです霊夢軍曹。あらぁ、天の大好きなグリーンピースをいっぱい入れるなり。ブワぁ、あんたたち私の肉じゃがに何入れてんのよ。こんなに入れたら私の美味しい肉じゃがの良さが、もぐ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 。あら美味しいわ、ありがとね、みんな。美味しければ霊夢の機嫌はすぐ治るんだぜ。ゆっくりしていってね。マリサ、今日は中華が食べたいわ、中華。中華か、じゃあ麻婆豆腐でも食べようか？麻婆豆腐、豆腐が入ってヘルシーだわ。まあそうだな、それじゃあ麻婆豆腐の栄養や、ヘルシーな食べ方などを解説しようか。麻婆豆腐よ、プルプル。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してほしいんだぜ。ゆっくり健康食品解説。
というわけで今回は麻婆豆腐の栄養についてゆっくり解説するぜ。お豆腐でヘルシー。麻婆豆腐とは中国の四川料理の一つで、ひき肉、唐辛子、花椒、豆板醤、豆腐を炒め、鶏ガラスープなどを入れ作られた料理なんだ。麻婆豆腐発祥の中国四川省は蒸し暑い地域で、食べ物の保存や暑さを乗り切るために辛い料理が多いんだぜ。辛い料理食べたら食欲増して夏バテ予防になるわね、ファイヤー。ただ辛いだけじゃないんだぜ、花椒という山椒の一種も使うことで、舌が痺れるような辛さも味わうこともできるんだ。四川省へ唐辛子が伝わる前の時代は、こうした花椒などを使った料理が多かったんだ。麻婆豆腐って美味しいわよね。それで麻婆って何かしら？麻婆とは、アバタがあるおかみさんという意味で、アバタとは天然痘が治った後に残る皮膚にブツブツとした小さなくぼみのことで。麻婆豆腐を作ったとされている劉さんに、アバタがあったことから麻婆豆腐とされているんだ。そんな麻婆豆腐は中国の秦の時代に作られ、劉さんの夫が来客を自宅へ呼び、その時食材が乏しかったため、あり合わせの材料を使って作られたのが麻婆豆腐の起源だとされているんだ。じゃあ麻婆豆腐ってその場で生まれた料理だったのね。それで麻婆豆腐はナスに変えると麻婆ナスになるわよね。そうだな、ナスは油を吸ってくれるから、ナスに油の旨味が加わってさらに美味しくなるな。そしてご飯に乗せて麻婆豆腐丼よ。ご飯に乗せて食べるのもあるな。でも中には辛いのが苦手な人もいるから、そんな人は豆板醤の代わりに味噌を入れるといいぜ。味噌、和風になって食べやすそうね。そうだな、さらに食べやすくするなら柚子胡椒を入れるといいぜ。柚子胡椒、食欲がない日でも食べやすいわ。他におすすめな美味しくなる食品は、トマト、チーズ、おから、うどんやそうめんにかけたり。マリサー、もう我慢できないわー。霊夢が我慢できそうにないので、次は麻婆豆腐の栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。麻婆豆腐 250g あたりのカロリーは 333kcal で、タンパク質は 19.55g、脂質は 22.73g、炭水化物は 9.93g、食物繊維は 1.35g なんだぜ。麻婆豆腐はタンパク質が多いわね。そうだな、麻婆豆腐はひき肉、豆腐を使っているから、タンパク質が多いんだぜ。一般の人の1日に必要なタンパク質の量は、体重 1kg あたり 1g なので、麻婆豆腐1人前で1食分のタンパク質を補給できるんだ。いいわね、タンパク質は体に必要な栄養素だから摂取したいわ。そうだな、タンパク質は筋肉や内臓、皮膚を作るのに必要な栄養素で、不足してしまうと筋肉の減少を引き起こしてしまうんだ。なのでマッチョを目指していない人でも筋肉の減少を防ぐために、タンパク質を摂取してほしいんだぜ。お肉、豆腐が好きだから言われなくても摂取するわよ。あ、でも脂質が多いわマリサ。まあまあ、そのことは後で解説するんだぜ。麻婆豆腐に多いビタミンには、ビタミン E、K、B1、ナイアシン、B6、B12、があり。ミネラルは塩分、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、セレン、モリブデンが多いんだ。麻婆豆腐はミネラルが豊富なのね。そうなんだぜ、麻婆豆腐には豆腐が使われており、豆腐にはミネラルが豊富に含まれているんだぜ。そうなのね、特にカルシウムと鉄分は日本人に不足しがちだから。豆腐で摂取したいわね。また豆腐にはレシチンが含まれているんだ。レシチンには乳化という混ざらないものを均一に混ざるようにする性質があり、血管内でコレステロールを乳化させて血液へ溶けるようにするんだ。そうすることで、コレステロールが固まることによって生まれた血栓の発生を防いでくれるんだ。その結果血液がサラサラになるんだぜ。レシチンでサラサラね、体が温まってファイヤー。そして大豆や大豆製品に含まれているレシチンは大豆レシチンといい、大豆レシチンは血液中に長く効果を発揮してくれるので、他のレシチンよりも血液サラサラ効果を発揮してくれるんだ。ちなみに卵に含まれているレシチンは卵黄レシチンといい、脳の記憶力や学習能力を高め、アルツハイマー病を予防してくれるんだ。大豆と卵で効果が変わるなんて面白いわね。さらに豆腐にはイソフラボンが含まれており、このイソフラボンは女性ホルモンに近い働きをしてくれ、女性らしい体を作ってくれるんだ。じゃあ豆腐を食べて視聴者をメロメロにしちゃうわよ、うふうふ。イソフラボンを摂取すると肌の材料となるコラーゲンや、肌の潤いを保つヒアルロン酸を作る力が高まるんだぜ。お肌ピチピチイソフラボンよ。そして大豆サポニンも含まれているんだ。
大豆サポニンには吸収されたブドウ糖が脂肪と結びついて、脂肪の蓄積を防いでくれる働きがあるんだ。じゃあセクシーボディを作ってくれるのね。ピチピチセクシー。全く食べ過ぎたらむっちりボディになるんだぜ、レイム。それで麻婆豆腐にはひき肉が使われているな。そうね、中華料理といえば豚肉よ、ブヒブヒ。そんな豚肉にはビタミン B1 が多く含まれており、疲労回復効果があるんだ。疲労回復、ブヒブヒー。ビタミン B1 には糖質からエネルギーを作り出す働きがあり、エネルギー不足による疲労を防いでくれるんだ。じゃあ夏バテには豚肉がいいわね、ブヒブヒ。夏バテといったら麻婆豆腐に使われている唐辛子も夏バテにいいんだぜ。唐辛子、辛くてファイヤー。唐辛子の辛味成分であるカプサイシンには、舌を刺激して唾液の量を増やして食欲を増進させたり、胃を刺激することで胃液の分泌を多くして、胃の消化を促進してくれるんだ。唐辛子を使った料理って食欲がそそられるわよね。さらに唐辛子には血流を良くしてくれる効果があるんだぜ。唐辛子を食べたら体が温まるわよね。でも唐辛子を食べすぎると胃の刺激が強すぎて、胃が荒れたり、唐辛子の発汗作用によって多くの汗をかいて、体が冷えてしまうんだ。なので唐辛子の食べ過ぎに注意して、寒い日に食べるときはタオルなどで体を拭いてほしいんだぜ。夏に食べたら汗かいて涼しくなるけど、冬は寒くなるから注意しないと。そんなわけで麻婆豆腐は夏バテ予防になるからぜひ食べてほしいな。それで麻婆豆腐って脂質が多いわよね。豆腐を食べてピチピチになってもむっちりになっちゃうわ、マリサー。それじゃあ次は麻婆豆腐をヘルシーにしてくれる食品、食べ方について解説するぜ。まずはウーロン茶、プーアル茶だぜ。ウーロン茶は緑茶を酸素を利用した酸化発酵によって作られ、プーアル茶は微生物による発酵によって作られるんだ。ウーロン茶は酸化発酵によって緑茶に含まれているカテキン同士が結合しウーロン茶ポリフェノールが生まれるんだ。それでウーロン茶ポリフェノールにはどんな効果があるのかしら？ウーロン茶ポリフェノールには脂質の吸収を抑える働きがあるんだ。脂質を吸収するとき、胆嚢で胆汁を作り出し、胆汁に含まれているリパーゼという脂質を分解する酵素を使って、脂質を吸収しやすいようにするんだが、ウーロン茶ポリフェノールにはこのリパーゼの分解を阻害するんだぜ。じゃあ脂質を吸収できる形にならないようにして、脂質の吸収を少なくしてくれるのね。特に黒ウーロン茶にはこのウーロン茶ポリフェノールが多いから、油が多いものを食べるときは黒ウーロン茶がおすすめだぜ。CM でよく見るわ、黒ウーロン茶。それでプーアル茶にはリパーゼが含まれており、微生物による発酵によって生まれるんだ。プーアル茶のリパーゼのおかげで、胃に脂質が長く残る時間が減り、胃もたれをしにくくなるんだ。へぇ、プーアル茶は脂質を分解してくれるのね。じゃあ脂質をいっぱい吸収してしまうじゃない、マリサ。大丈夫なんだぜ、レイム。プーアル茶にはカテキン同士が結びついた成分が含まれており、それが脂質の吸収を抑えてくれるんだぜ。脂質は胆汁の乳化によって水に溶けて小腸へ吸収されやすくなるんだが、この成分が脂質を水に溶けるのを防いでくれるんだぜ。胃もたれがしにくくなって、脂質の吸収が減るなんて、脂っこい中華料理にもってこいね。そうだな、どっちも中華料理にぴったりだから飲んでほしいんだぜ。次はニラだぜ。ニラ、麻婆豆腐に合いそうね。あと色味がついて美味しそうに見えるわ。ニラにはアリシンというネギ科の野菜特有の刺激成分があり、ニンニクの強烈な匂いや、玉ねぎを切った時の涙が出てしまう刺激があるんだ。このアリシンの効果にはビタミン B1 の吸収率を高めたり、体内で長くビタミン B1 が効果を発揮してくれるようにしてくれるんだ。麻婆豆腐に豚のひき肉を使ったらビタミン B1 を多く摂取できちゃうから、スタミナがついちゃうわね。ブヒブヒブヒー。さっきも解説したけど、ビタミン B1 は糖質からエネルギーを作り出してくれるから、元気が出ない日が多い暑い夏には摂取してほしいんだぜ。でもニラじゃなくてニンニクでもいいじゃない、マリサ。なぜニラなのかというと、ニラは麻婆豆腐に足りない栄養が多く含まれているからなんだぜ。麻婆豆腐に少なく、ニラに多いビタミンには、体内でビタミン A となる β カロテン、葉酸、ビタミン C があるんだ。他の栄養を補ってくれるのね。他の麻婆豆腐に合い、ビタミン C が多い食材はピーマンだな。ピーマンはチンジャオロースで使うから、同じ中華料理の麻婆豆腐にも合いそうね。またビタミン D が足りないので、それを加えるならキノコだな。キノコは和洋中いろんな料理と相性がいいから、美味しさ的にもぜひ入れたいわね。それに食物繊維も多く摂取できるからな。
麻婆豆腐は食物繊維が少なかったわよね。あとネギを入れてもいいかもね。そうだな、なのでキノコやニラで食物繊維を摂取してほしいな。それで豆腐じゃなくてナスを入れたら麻婆ナスになるわね。そうだな、ナスにはナスニンやアントシアニンなどの強力な抗酸化作用のあるポリフェノールが豊富だから、老化予防にはぴったりだな。またナスは体を冷やす野菜だから、暑い夏に食べてほしいんだぜ。ナスでいつまでもピチピチになるわよ。でも豆腐を全部ナスにするとミネラルが少なくなるので、豆腐とナスを両方入れるといいぜ。それで唐辛子は体を冷やすと解説したんだが、もし冬に麻婆豆腐を食べるなら味噌を使ったものがおすすめだぜ。さっき味噌の麻婆豆腐も解説したわよね。そうだぜ、味噌は大豆から作られているから、豆腐に含まれている嬉しい成分をさらに多く摂取できるな。さらに味噌にはメラノイジンという、味噌の茶褐色、赤褐色を作っている色素成分が含まれているんだ。メラノイジンには抗酸化作用があり、さらには血流を良くし、食物繊維に近い働きによって便秘を改善してくれるんだ。またメラノイジンは味噌の風味や味わいを作っている成分で、味噌を使った料理は美味しくなるんだぜ。そうね、味噌を使った料理は美味しいのよ。霊夢にとっては大事なことだな。それで麻婆豆腐は塩分が多いわね。そうだな、それじゃあトマトを入れるのがいいと思うんだぜ霊夢。トマトの麻婆豆腐、合うかしら？合うんだぜ、トマトが加わることでまろやかになり、さらに旨味成分のグルタミン酸も加わり美味しくなるんだ。辛いものが苦手な人は豆板醤を減らしてトマトを加えるといいかもな。美味しそうね、塩の量を減らしてトマトを加えたら、美味しく減塩できちゃうわ。高血圧予防に塩分を控えるのもいいが、塩分を排出してくれるのを助けるカリウムを摂取するのも大事だぜ。じゃあキノコとニラ、トマトでカリウムが多くなるわね。それでカロリーを減らしたいわね。私は視聴者のみんなからセク。はいはい、わかったんだぜ霊夢。それならひき肉をエビやイカなどの魚介類に変えるといいぜ。魚介類は高タンパクで低カロリーよね。ダイエットにはぴったりよ。ダイエットといえば魚介類にはタウリンが多く含まれているんだ。タウリンは必須アミノ酸の一種で、体内で作ることのできるアミノ酸なんだが、食品から多く摂取すると、その効果をさらに発揮してくれるんだぜ。どんなダイエット効果があるのかしら？脂質を吸収できるようにするためには胆汁によって脂質を乳化させたり、リパーゼの分解酵素によって吸収できるようにすると解説したな。そうね、ウーロン茶とプーアル茶で聞いたわ。それでタウリンには胆汁の分泌量を多くしてくれる働きがあるんだぜ。胆汁の中には胆汁酸という成分があり、胆汁酸はコレステロールから作られるんだ。ということはタウリンで胆汁酸を多く作るようになると、コレステロールを多く消費し、血中コレステロールの低下につながるんだ。じゃあエビ、イカ、貝でコレステロールをいっぱい消費よ。まだまだ、大事なことがあるんだぜ霊夢。この胆汁は脂質を吸収できるようにした後は、また体の中で吸収され再利用されるんだ。じゃあコレステロール値が元に戻るじゃない。そんな時にはカテキンなんだぜ。カテキンには胆汁酸を排出してくれる働きがあり、胆汁酸の再利用を防いでコレステロール値を下げてくれるんだ。じゃあ胆汁酸を排出してコレステロール値の低下、ダイエットにもなるわね。お尻からコレステロールをブリブリブリ。なのでこの効果を発揮するにはカテキンの多い緑茶がいいな。でも胆汁が増えて脂質の吸収が増えたらむっちりになっちゃうわ。でも魚介類は脂質が少ないから、脂質の吸収率が上がっても吸収される量が少ないから心配する必要はないと思うんだぜ。もし心配ならウーロン茶やプーアル茶も飲むといいぜ。あ、ウーロン茶はリパーゼの働きを阻害して、プーアル茶は乳化を阻害するのよね。そうだな、魚介類とお茶はダイエットにぴったりな組み合わせだぜ。あとダイエット向けな麻婆豆腐にするなら、キャベツや白菜をふんだんに使ったものにするといいぜ。キャベツと白菜って低カロリーでもりもり食べれちゃうから、いっぱい食べすぎちゃう人にはいいかもね。キャベツは 100g あたり 23kcal で、白菜は 100g あたり 14kcal だから、いっぱい食べてもカロリーの取りすぎにはなりにくいな。あと安いし、大きいのに他の野菜と同じくらいの値段だから、数日間は持つわよ。安いと言ったらもやしの麻婆豆腐にするのもいいと思うんだぜ。もやし、庶民の味方もやしね。もやしは豆腐と同じ大豆から作られているんだが、ミネラルは少なくビタミンが多いんだぜ。なので麻婆豆腐に少ないビタミンの底上げをしてくれるんだぜ。そして安い、安いわよー。霊夢にとって安いは正義だな。
もし美味しい麻婆豆腐があったらコメントしていってね。私が食べに行くわよ。コメントしたらダメなんだぜ。さあマリサ、麻婆豆腐を食べて夏を乗り切るわよ。いいな、辛い麻婆豆腐で夏を乗り切ろうぜ。ファイヤーよ、ファイヤー。霊夢の近くにいたら夏を乗り切れないんだぜ。さあ麻婆豆腐でファイヤーするわよ、ファイヤー。ファイヤーなんだぜ。ってファイヤーする必要はないんだぜ。さあ食べるわよ、ハッ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 フ。ファイヤー。うおおお、霊夢がファイヤーしているんだぜ。はあはあ、すごく汗かいたわよマリサー。ブックー、ブク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 ー。霊夢が汗に包まれて息ができないんだぜ。霊夢軍曹を助けなくては。タケノコ軍団、頼むんだぜ。激辛麻婆豆腐大砲放てー。なんでこっち向けるんだぜー。もぐもぐもぐ。ファイヤーなんだぜー。これで霊夢軍曹の汗が蒸発します。助かったわタケノコ軍団。ブククーブク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 クク。マリサが汗に包まれて溺れてるわ。ゆっくりしていってね。マリサ、ご飯。まったくうるさいな霊夢は、今日は唐揚げなんだぜ。唐揚げ、唐揚げ大好き、シュッチュ。シュッチュうるさいんだぜ霊夢。それじゃあレモンをかけるわよ。霊夢、勝手にレモンをかけるんじゃないんだぜ。マリサのためにかけたのに、なんでよ。まったく怒る気もないんだぜ。唐揚げは美味しいわよね、でも体に悪そうだわ。それじゃあ今回は唐揚げの栄養や、ヘルシーな食べ方などを解説するぜ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録していってね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は唐揚げの栄養についてゆっくり解説するぜ。揚げ物と言ったらやっぱり唐揚げ。唐揚げとは食材を小麦粉や片栗粉などでまぶして揚げた、揚げ物料理のことなんだ。鶏肉を使った揚げ物じゃないの？実は鶏肉を使わなくても粉物をまぶして揚げたら唐揚げなんだぜ。魚や野菜も唐揚げにすることもでき、カレーの唐揚げは香ばしく、骨までパリッと食べることができるんだ。じゃあ牛肉や豚肉の唐揚げを作ったらいいわね、絶対に美味しいわよ。霊夢、それはダメなんだぜ。なんでよ、美味しいじゃない、もうもうブヒブヒ。実は牛肉や豚肉は鶏肉と比べて水分が少なく、唐揚げにすると水分がほとんどなくなり固くなってしまうんだ。また鶏肉は下味がつけやすいのも、鶏の唐揚げがある理由であり、牛、豚肉の唐揚げがない理由でもあるんだぜ。ただし酢豚のように豚に粉をまぶして、油通しする料理があるんだ。牛肉と豚肉は固くなっちゃうのね、じゃあ鶏肉の唐揚げを楽しまないとね。唐揚げの有名なものとして手羽先があるな。手羽先好き、気がついたら手がベトベトになっちゃうわ。手羽先の名前で有名な手羽先唐揚げは、手羽先を揚げてタレをつけて、塩コショウ、ごまなどをかけた料理なんだ。名古屋名物としても有名で、居酒屋のメニューとしてよく見るな。またチキン南蛮も唐揚げ料理だぜ。チキン南蛮はタルタルソースがいいわよね、はあはあ。チキン南蛮は鶏肉を小麦粉と溶き卵をかけて揚げた後、余すとタルタルソースをかけた料理なんだ。唐揚げは油っぽいんだが、酸味のあるお酢を使うことで食べやすくなっているな。そうね、鶏もも肉でも平らげちゃうわよ。それで胸肉ともも肉って唐揚げにするとどう違うのかしら？そうだな、それじゃあ鶏胸肉、もも肉の唐揚げの違いを解説するぜ。まず鶏胸肉ともも肉の違いなんだが、胸肉は脂質が少なくさっぱりしていて、もも肉は適度に油が乗っていてジューシーなんだ。それで胸肉の方が安いわよね。霊夢にとって大事な違いなんだぜ。そして胸肉を唐揚げにするとさっぱりして、もも肉の脂のくどさがないんだ。それでもも肉の場合は、肉汁が多くジューシーで、脂の旨味を十分に感じることができるんだぜ。じゃあさっぱりしたものが食べたい時は胸肉、ジューシーなものを食べたい時はもも肉がいいのね。そうだな、夏になると脂っぽいものが食べにくくなるから、暑い日には胸肉だな。あとレモンをかけてさっぱりすれば食べやすくなるわよ。霊夢、自分の分だけかけるんだぜ。わかったわよマリサ。さっぱりといえば、下味に潰した梅干しを加えるものいいんだぜ。また梅干しが肉を柔らかくしてくれるのもポイントなんだ。梅を唐揚げに使うなら、チューブの練り梅を使うと便利だな。梅もいいわね、あと体にもいいってよく聞くわ。またわさびを加えると爽やかな香りがして、お肉が美味しくなるんだ。
わさびもチューブを使ったら便利ね。いろんなものを使ってオリジナル唐揚げを作りたいわ。いろんな薬味を加えたら美味しく体にいい唐揚げになるな。次は唐揚げの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。鶏もも肉の唐揚げ 100g あたりのカロリーは 290kcal で、タンパク質は 13.21g、脂質は 23.46g、炭水化物は 3.75g なんだぜ。やっぱり唐揚げはタンパク質が多いわね。そうだな、鶏肉はタンパク質が多く、もも肉は 16.2g、胸肉は 22.3g なんだ。さらに鶏肉のアミノ酸スコアは最高の100であり、アミノ酸スコアはタンパク質の量、体内で作ることのできない必須アミノ酸の量、などを評価した数値なんだぜ。じゃあ鶏肉はすごいタンパク質なのね。まあ簡単に言うとそうだな。そんなタンパク質の1日の推進摂取量は、一般人の場合は体重 1kg あたり 1g で、本格的にスポーツをしている人は体重1あたり 2g なんだぜ。じゃあ私は1日に。って何私の体重を聞こうとしてんのよマリサ。誰も興味ないんだぜ。そんなわけで体重 60kg の一般の人は、鶏肉 300g から 500g ぐらい食べるといいな。もちろん鶏肉以外からもタンパク質が摂取できるから、それ以下の量でも十分タンパク質は摂取できるんだ。そうね、タンパク質は体の材料になるから必要よね。さらにタンパク質が分解されたアミノ酸の中には、筋肉の分解を制御するものがあり、年を追うごとに引き起こる筋肉量の減少を防いでくれるんだ。じゃあ筋肉が減少して運動できなくなったり寝たきりになるのを防ぐことができるのね。でも唐揚げって油が多くてカロリーが高いわよね。むっちりになったら視聴者のみんながショックを受けてしまうわ。いつものことだからそんなことはないと思うんだぜ霊夢。それなら鶏胸肉を使うといいんだぜ。 100g の皮なしの鶏胸肉はもも肉よりも 12.5g 脂質が少ないんだ。さらにカロリーは 92kcal も下がるんだぜ。じゃあカロリーが気になる人は胸肉がいいのね。あとタンパク質が多いし。そうだな、さらにもも肉よりも胸肉の方が安いしな。そうよ、今の時代は安い胸肉の方がいいんだわ。しかもヘルシーでセクシー。じゃあ霊夢は胸肉だな。唐揚げに多いビタミンには、ビタミン E、K、ナイアシン、パントテン酸が多く、ミネラルに関してはセレンとモリブデンが多いんだぜ。そして鶏肉にはイミダゾールペプチドという疲労回復をしてくれる成分が含まれているんだぜ。イミダゾールペプチドとは2つ以上のアミノ酸が結合したペプチドで、渡り鳥や回遊魚の体内に多く含まれている成分なんだ。渡り鳥って長く飛び続けれるし、回遊魚はずっと泳ぐことができるわよね。そうだな、このような動物がずっと運動し続けることができる理由に、イミダゾールペプチドがあるんだ。イミダゾールペプチドの効果には筋肉中の活性酸素を除去して、筋肉の疲労を回復させるものがあるんだ。疲労の原因には様々あり、その一つに活性酸素があるんだ。活性酸素は体の細胞を傷つけるわよね。そうだな、特に激しい運動をすると活性酸素が筋肉中から大量に発生するので、体がこれ以上活性酸素が発生しないように疲労を感じさせることで、運動をやめさせてると考えられているんだ。激しい運動した後は筋肉中に活性酸素が大量に発生しているため、運動後や翌日は疲労がどっぷり溜まるんだぜ。でもイミダゾールペプチドが筋肉の活性酸素を除去してくれるから、筋肉の疲労が溜まりにくいのね。そうだな、運動した後に疲労感を感じる人は、鶏肉で疲労回復してほしいんだぜ。さらには持久力を上げてくれる効果や老化予防、老廃物を排出させる働きもあるので、健康のために摂取してほしいんだ。私も鶏肉で毎日元気になるわよ。ちなみに鳥は胸の筋肉を使って羽ばたくので、胸の筋肉は持久力があり、イミダゾールペプチドの量が多いんだ。じゃあ鶏胸肉の方が疲労回復効果があるのね。あと低カロリーで、安い。そうだな、鶏胸肉は健康にもお財布的にもおすすめなんだぜ。じゃあ唐揚げに何かけようかしら、やっぱりレモンだわ。実は唐揚げとレモンは健康にいい組み合わせなんだぜ霊夢。え、そうなの、やっぱり唐揚げにレモンをかけるのは正義じゃないマリサ。だから自分の分だけかけるんだぜ霊夢。次は唐揚げをヘルシーにする食べ方について解説するぜ。まずはレモンだな。レモンには酸っぱい成分であるクエン酸があり、このクエン酸には痛風を予防してくれる効果があるんだぜ。痛風って足の指が痛くなる病気よね。いやあ。
そうだな、痛風とは足指などの体の先端に尿酸が溜まり、結晶化した結果、痛みを生じる病気なんだ。尿酸はプリン体という成分が分解されることで生まれる物質なんだ。じゃあプリン体を摂取しなければいいじゃない。そうはいかないんだぜ。プリン体は細胞の核を構成している物質であり、細胞が代謝されると体内で産生されてしまうので。プリン体を全く取らない食事をしても意味がないんだぜ。じゃあどうすればいいのよマリサ、痛いのは嫌ー。体の中で必ず発生するなら、排出すればいいんだぜ。プリン体から発生した尿酸は、尿に溶かすことで体外へ排出することができるんだ。そうだわ、体の外に出せばいいのよ。じゃあ水分をきちんと摂取していかないと、ごくごく。水を飲むだけでもダメなんだ。尿酸は酸性の物質であり、尿が酸性だと溶けにくくなるんだ。そして唐揚げなどの動物性食品が多く使われた料理は、体を酸性に傾けて尿酸を溶けにくくしてしまうんだ。いやあ、どうすればいいのよマリサ。それでレモンだぜ。レモンに含まれているクエン酸には体をアルカリ性に傾けてくれるんだぜ。じゃあレモンで尿をアルカリ性に傾けて尿酸が多く溶けるようになったら、いっぱい尿酸が体の外へ出ていくのね。そうなんだぜ。そういったわけで痛風になりやすい唐揚げには、痛風になりにくいレモンなどの酸っぱい食品も食べてほしいんだぜ。じゃあみんなが痛風にならないように、唐揚げにレモンをかけるわよ、プシュー。だから自分の分だけにかけるんだぜ霊夢。わかったわよマリサ、それでレモンは疲労回復するわよね。そうだな、鶏肉には筋肉の活性酸素を除去することで疲労回復にいいんだが、レモンなどの酸っぱいものはエネルギーを蓄えたり、多くのエネルギーを作り出すことで疲労を回復してくれるんだぜ。これもまたクエン酸のおかげで、クエン酸には筋肉に蓄えられているグリコーゲンというブドウ糖の貯蔵庫が減るのを防ぐことで、貯蔵量を増やしてくれるんだ。また体が酸性に傾くと、グリコーゲンやブドウ糖でエネルギーを作る酵素の働きが弱まるんだ。筋トレや激しい運動をし続けると体が動かなくなる時があるんだが、これは運動によって発生した乳酸によって体が酸性に傾いて、エネルギーを多く生産することが難しくなってしまっているからなんだ。そうね、激しい運動したら体に力が入らなくなるわ。でもクエン酸によって体がアルカリ性に傾くと、体が酸性に傾きにくくなり多くのエネルギーを作ることができるんだぜ。そして元気になるわね、ファイヤー。さらにクエン酸には体にいい効果があり、食欲増進、消化促進効果があるんだぜ。酸っぱいものを見たら唾液が出ちゃって食欲が出ちゃうわよね。そうだな、人間が酸っぱいものを見て唾液が出る理由に、酸性の成分によって歯が溶けないようにするためと考えられているんだ。唾液が多く出るようになると、唾液に含まれているデンプンの分解酵素によって、デンプンの消化が促進されるんだ。またクエン酸剤を刺激することで、胃液の分泌が増え胃での消化も良くなるんだ。じゃあ消化促進にはクエン酸ね。またクエン酸にはミネラルを包み込んで一緒に吸収されてくれる働きもあり、鉄分、カルシウムなどの日本人に不足しがちな栄養補給にもいいんだ。消化だけじゃなくて吸収にもいい効果があるのね。さらには細菌の増殖を防いでくれる働きもあり、お弁当に唐揚げを入れるときはレモンをかけるのもいいと思うんだぜ。それで、梅干しを混ぜた唐揚げもあるわよね。梅干しも効果を発揮しちゃいそうだわ。そうだな、唐揚げにレモンをかけるのが好きな人は、梅干しを混ぜた唐揚げも美味しく食べてほしいな。それで唐揚げにはさっぱりしたサラダもいいわよね。そうだな、油っぽいのが苦手な人は、サラダにキャベツを入れるのがおすすめだな。キャベツにはビタミン U という、ビタミンではないがビタミンに近い働きをする成分が含まれているんだ。ビタミン U はキャベツから見つかったことから別名キャベジンともいい、主な健康効果に胃の健康を保ってくれる働きがあるんだぜ。胃が良くなるのね。キャベジンには、傷ついた粘膜の上皮細胞を修復する効果があり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を予防してくれるんだぜ。また粘膜細胞への血流を促進する効果もあり、胃の健康を保ってくれるんだ。じゃあロールキャベツにして食べたいわ。実は霊夢、ビタミン U は熱に弱い成分なので、生で食べないと十分な効果を発揮してくれないんだ。じゃあキャベツのサラダにして食べるのがいいのね。春キャベツだと、みずみずしくて生で食べると美味しいわよね。そうだな、春になったら美味しい春キャベツのサラダと唐揚げを食べて、美味しく胃を健康に保ってほしいんだぜ。もし栄養を摂取したいのなら、ブロッコリーも入れてほしいな。ブロッコリーは栄養豊富な野菜で、さらにビタミン C が多いわよね。そうなんだぜ霊夢。
ビタミン C には体内でコラーゲンを作る働きがあり、唐揚げで吸収されたアミノ酸からコラーゲンが作り出され、綺麗な肌を作ってくれるんだ。鶏肉とブロッコリーで、ピチピチお肌に、ピチピチ。あと、栄養豊富なサラダにするならアボカドを入れるといいぜ。アボカドは栄養豊富だけど脂質が多いから、胃もたれしちゃいそうよマリサ。大丈夫なんだぜ霊夢、アボカドには脂質を分解するリパーゼが含まれており、アボカドの脂質はすでに体内に吸収されやすい形になっているんだ。なので脂質が多いのに食べやすく、胃に残りにくいため胃もたれもしにくいと考えられるんだ。そうなのね、でもカロリーが高くなっちゃうから、鶏胸肉の唐揚げと一緒に食べたいわね。そうだな、アボカドには唐揚げに少ないビタミン B12 以外のビタミン B 群が多く含まれており、ミネラルはカリウムや銅などのミネラルが豊富に含まれているんだぜ。ビタミン A が足りないわね、人参やほうれん草も入れようかしら？そうだな、サラダもいいが、味噌汁の中に入れてビタミン A を摂取するのもいいんだぜ。唐揚げとあったかい味噌汁、あとはご飯よ、ご飯。そうだな、ご飯には納豆がおすすめだぜ。納豆などの大豆食品にはミネラルが豊富で、唐揚げに足りないミネラルの摂取ができるんだ。大豆ね、じゃあ冷ややっこを加えるのもいいかも。油っぽい唐揚げでも、冷ややっこでさっぱりしちゃうわ。いいな、冷ややっこなら準備する手間が少ないから、料理を作るのがめんどくさい時はちょうどいいんだぜ。みんなのおすすめな唐揚げと一緒に食べる料理を教えてね、私が全部食べちゃうわよ。コメントしたらダメなんだぜ。もう我慢できないわよ、唐揚げ食べたいわ。我慢するんだぜ霊夢。うわぁ、なんだあのまんじゅうは食欲モンスターじゃないか。あ、右上の唐揚げ、降りてきなさいよ。ひえ、こっち来るなモンスター。私のどこがモンスターなのよ、セクシーまんじゅう霊夢ちゃんなのよ。まったく唐揚げ食べておとなしくしてほしいんだぜ。待ちなさーい。逃げろー。早く霊夢、捕まえるんだぜ。こうなったら、ザ・霊夢。ザ・霊夢とは時を止める能力、パクリじゃないわよ。私の能力をパクらないでください。ザ・霊夢解除。なんだ、いつの間に唐揚げ料理の上に。やったわ、唐揚げをお皿の上に追い込んだわよ。どういうことなんだぜ。お腹ペコペコ兄。チュチュ、霊夢軍曹、腹ごしらえをいたしませんか。いいわね、みんなで唐揚げを食べましょ。やった兄。それじゃあ唐揚げにレモンをプシュー。ひどい兄、勝手にレモンをかけるなんて。チチ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 チ、今こそクーデターだ。じゃあ助けてーマリサー。霊夢が悪いんだぜ。こうなったら、ザ・霊夢よ。ふぅ、脱出よ。ついでに唐揚げをもぐもぐ。霊夢ちんひどい兄。兄、あんたが止まった時に入門するだなんて。あれ、兄の声がするけどどこかしら？兄の能力は胃の中へ瞬間移動する能力だ兄。まさか、私のお腹の中で兄ラッシュを。ゆっくりしていってね。マリサ、ご飯ご飯。はいはいわかったんだぜ霊夢。今日はオムライスがいいわ、オムライス。オムライスか作るのめんどくさいんだぜ。もうマリサったらめんどくさがりね。霊夢の世話で疲れてるから勘弁してほしいんだぜ。じゃあ今晩は私がオムライス作るわよ。だからオムライスの解説してちょうだい。わかったんだぜ。それじゃあ今回はオムライスの栄養についてゆっくり解説するぜ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録していってね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はオムライスの栄養についてゆっくり解説するぜ。オムライスは洋食の代表よね。オムライスは調理したご飯を卵でオムレツのように包んで作った日本発祥の洋食なんだ。オムライスで主に使われるご飯はケチャップを使ったチキンライスであり、中にはピラフやチャーハンなどもあるんだぜ。チャーハンね、中華料理を卵で包んだ日本の洋食って、もう和洋中すべて組み合わさって面白いわね。チキンライスはその名の通り鶏肉を使った米飯料理であり、鶏肉、玉ねぎ、マッシュルームなどを炒め、ご飯と合わせてケチャップなどで味付けするんだ。チキンライスも好き、お子様ランチと言ったらこれよね。霊夢は今でもお子様ランチ好きだよな。私は大人のレディーなんだからマリサ。それでオムライスにかけるものはケチャップだけでなく、デミグラスソースやクリームソースなどもあるんだ。
あ、カレーをかけたオムカレーや、ハヤシライスをかけたオムハヤシ、クリームシチューもかけるわよ。他にはどんなオムライスがあるのかしら？じゃあいくつか美味しいオムライスをあげていくぜ。まずはチーズが入ったオムライスだぜ。卵にとろけるチーズを加えてオムレツを作ると、旨味とトロトロ感が加わって美味しくなるんだぜ。チーズ、絶対にチーズは合うわよ、チューチュー。ただし、チーズがとろけて形を整えるのが難しいので、ちょっと中級者向けのオムライスになるんだぜ。それでも美味しいオムライスのためなら作るわよ、はっは。次はミートソースだぜ。パスタの定番のミートソースを上からかけても美味しく、オムライスが濃厚になるな。ありかもね、あとインスタントのパスタソースを使ったら簡単に作れちゃうわね。濃厚ではなくあっさりしたものが食べたいときは、和風オムライスにするといいぜ。例えばだし巻き卵をオムレツの形にしてオムライスにしたり、醤油などで味付けしたライスのオムレツに、とろろを上からかけたものもいいと思うんだぜ。どれも美味しそうね、はぁはぁ。マリサ、明太子マヨネーズオムライスがあったわよ、はぁはぁはぁ。霊夢、いつの間に調べて、食べることならすぐ行動するんだから。そんなオムライスの発祥のお店は有名なものに、大阪の北極星と東京のレンガ亭があるんだ。北極星で生まれた経緯は、いつも白飯とオムレツを頼んでいた常連客のために、ケチャップライスをオムレツで包み込んで提供され生まれたとされているんだ。レンガ亭の場合は、もともとライスオムレツという料理があり、これは卵とご飯を一緒に炒めた、ご飯の入った卵焼きのような料理なんだ。この料理はもともとまかないだったんだが、お客にも出されるようになり、これがオムライスの原型だとされているんだ。お米と卵を一緒にするのもあるのね、食べてみたいわ。次はオムライスの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。オムライス1人前、約 346g あたりのカロリーは 601kcal で、タンパク質は 20.3g、脂質は 20.97g、炭水化物は 76.15g、食物繊維は 1.28g なんだぜ。オムライスは卵や鶏肉を使ってるからタンパク質が多いわね。そうだな、一般の人の必要なタンパク質の量は体重 1kg あたり 1g で、体重 60kg の人ならオムライスで1食分のタンパク質が補給できるな。私なら3人前で1日分摂取するわよ。無駄なカロリーも摂取してしまうんだぜ。そんなオムライスは栄養豊富な卵を使っているためか、ビタミン A、D、E、K、B2、ナイアシン、B6、B12、パントテン酸、ビオチン。ミネラルに関しては、塩分、リン、亜鉛、銅、セレン、モリブデンが多いんだ。特にビタミンが多いのね。それで卵を多く使っているのでオムレツには、卵の嬉しい成分が含まれているんだぜ。その一つにレシチンがあるんだぜ。レシチンは細胞膜の材料になる成分であり、レシチンの構成成分であるコリンは脳でアセチルコリンという、記憶や学習に深く関わる神経伝達物質の材料になるんだ。さらに卵にはアセチルコリンの合成を促すビタミン B12 が多く含まれており、脳の機能を上げるにはちょうどいい食材なんだぜ。卵は頭にいいのね、今日からあんじゃなくて卵が入ったまんじゅうになるわよ。卵まんじゅう、美味しいかもしれないんだぜ。こういったためレシチンにはアルツハイマー型認知症を予防してくれると考えられているんだ。またレシチンとレシチンを構成しているコリンには肝機能を保護してくれる働きがあり、脂肪肝や肝硬変の予防や改善に効果があるんだぜ。じゃあ卵は脳と肝臓にいいのね、お酒の席にはオムライスよ。飲み会にオムライスを頼むのは、お子ちゃまな霊夢ぐらいなもんだぜ。それでオムライスにはケチャップが使われているな。そうね、ケチャップライス好きだわ。そんなケチャップにはトマトが使われ、トマトにはリコピンが含まれているぜ。そうね、リコピン、ピチピチお肌になるのよね。そうだな、トマトのリコピンには強力な抗酸化作用があり、肌、血管、目などで働くんだ。肌では紫外線を浴びた時に生まれた活性酸素を除去して、シミやそばかすの発生を防いだり、血管で働くと活性酸素によって血管が硬くなったり、コレステロールが酸化され血栓が生まれるのを防いでくれるんだ。そして目で働くと活性酸素による眼精疲労や目の病気を防いでくれるんだぜ。トマトは体にいいってよく言うけどリコピンのおかげなのね。リコピンで、お肌ピンピンよ。じゃあオムライスを食べたらもう完璧じゃない。オムライス最高。でもオムライスには足りない栄養素などがあるんだぜ霊夢。え、そうなの。オムライスに足りない栄養素って何なのよ。じゃあ次はオムライスをヘルシーにする食品、食べ方などを解説するぜ。まずはキノコだぜ。
あ、オムライスって食物繊維が少なそうね。そうなんだぜ。オムライスの食物繊維は 1.28g であり、推進摂取量の 24g にほど遠いんだぜ。なのでキノコを入れて食物繊維を加えてほしいんだ。オムライスならキノコと相性がいいわね。あとデミグラスソースをかけてオムハヤシにするのもいいわね。そうだな。他にはもち麦ご飯で作ったり、おからを入れるのも食物繊維が多く摂取できていいんだぜ。おからを入れてご飯の量を減らしたら糖質オフのオムライスになるわね。糖質が気になる人はおからを活用したらいいかも。オムライスはタンパク質が多いから特に食物繊維が必要だな。あ、確か悪玉菌ってタンパク質が大好きだったわよね。そうだな。悪玉菌はタンパク質やアミノ酸を餌にして有害物質を作ってしまい増殖してしまうんだ。生まれてしまった有害物質は大腸を傷つけて大腸がんになるリスクを高めたり、有害物質を吸収して体全体に悪影響が出てしまうんだ。じゃあタンパク質が多くて食物繊維が少ないオムライスって腸内環境が悪くなる料理だったのね。なのでキノコなどの食物繊維を摂取してほしいんだ。食物繊維のうち水溶性食物繊維は善玉菌の餌となり、善玉菌が悪玉菌をやっつけてくれるんだぜ。特に水溶性食物繊維が多い食品に大麦があり、もち麦をお米に混ぜて炊くのがいいな。もち麦のプチプチ食感で美味しくなるから、もち麦オムライスもいいかも、プチプチ。あ、こんにゃくを入れるのもいいみたいよマリサ。もう調べてるんだぜ。美味しいもののことならすぐ行動するな霊夢。美味しいもののためならすぐ行動よ。それでこんにゃくにも水溶性食物繊維が多いから腸内環境が良くなるわよ。そうだな、こんにゃくもおすすめ食品だぜ。次はチーズだぜ。チーズ、みんな大好きチーズよ。霊夢はチーズになると興奮するんだから。チーズにはカルシウムが豊富に含まれており、オムライスに少ないカルシウムの補給にぴったりなんだぜ。カルシウムは骨や歯の材料になるのよね。頑丈な体には必要よ。そうだな。他のカルシウムの役割には、神経の機能や筋肉の収縮を正常に保ったり、酵素を活性化させる働きがあるんだぜ。カルシウムって足りなくなるとイライラするって聞くけど、神経の機能を正常に保つからなのね。そうなんだぜ。なので頑丈な体だけではなく、精神的にもカルシウムは必須なミネラルなんだ。そしてカルシウムは吸収率が低いミネラルなんだが、チーズは牛乳を加工する際に吸収率が高くなっているんだぜ。そしてチーズは美味しい。やっぱりチーズは完璧食品よ。そうだな。チーズは美味しいから美味しくカルシウム補給ができていいな。次は豚肉だぜ。豚肉、チキンじゃなくて豚肉を使うの？そうだぜ。豚肉の油のコクとケチャップの甘みが合わさって美味しいんだ。それで豚肉を加えることで、オムライスに足りないビタミン B1 を摂取できるんだぜ。ビタミン B1 には糖質からエネルギーを作り出す働きがあり、元気を出すために豚肉を使ってみるのもいいと思うんだ。豚肉を食べると元気になるのね。ブヒブヒー。でも豚肉を使ったら脂肪をいっぱい吸収して豚になっちゃうわ。ブヒブヒブヒー。もうすでに豚になってるんだぜ霊夢は。それなら紅茶がいいんだぜ。紅茶、洋食のオムライスに合いそうね。おしゃれにウフウフできちゃうわ。脂質は体内に吸収されるにはリパーゼという分解酵素で、吸収される形に分解されないといけないんだ。でも紅茶に含まれているテアフラビンには、このリパーゼの働きを阻害してくれるので、脂質の多い食事をしても吸収量を少なくしてくれるんだぜ。そんなためコレステロール値を下げてくれるんだぜ。紅茶は脂肪の吸収を少なくしてくれるのね。ブヒブヒ大好きな人には朗報だわ。ブヒブヒ。また紅茶には炭水化物や麦芽糖などを分解する酵素の働きを阻害するので、糖の吸収がゆっくりになるんだ。じゃあ血糖値を急上昇しにくくなるのね。糖と脂肪が多い食事には紅茶が一番ね。それで最後はビタミン C が少ない気がするな。ビタミン C はブロッコリーかしら？ブロッコリーか、チキンライスにはピーマンやパプリカが合うと思うんだぜ。ピーマンの苦味やパプリカの甘みは合いそうね。ピーマンやパプリカには、ビタミン C が豊富に含まれており、ピーマンにはクエルシトリンという苦味成分が含まれているんだ。この成分には多くの健康効果があり、脂肪蓄積制御、血中中性脂肪の上昇制御、血流改善効果、高血圧制御、抗うつ作用があるんだ。ピーマンの苦味には体にいい効果があるのね。そしてパプリカにはビタミン C がとても豊富に含まれていて、60g で1日に必要なビタミン C を摂取できるんだ。じゃあパプリカでピチピチお肌になっちゃうわ。
それでパプリカには色によって体にいい成分が異なり、黄色いパプリカにはカプサンチンという、動脈硬化の予防をしてくれる成分が含まれているんだ。赤いパプリカにはパプリカキサントフィルという、赤血球を活性酸素から守ってくれる成分が含まれており、赤血球が活性酸素によって傷ついて柔らかさを保ってくれるんだ。赤血球を柔らかくしてくれるのね、私もふにゃふにゃ。赤血球が柔らかくなると形を変形させて、狭い毛細血管の中を通りやすくなるんだぜ。そのため毛細血管での血流が良くなり、体の隅々まで血液を送り届けることができるんだ。パプリカはビタミン C がいっぱいだから絶対に入れるわよ。あ、他のオムライスにおすすめな食材に、ほうれん草、枝豆、ナス、もやし、ミンチ肉、タコ、エビ、シラス、シーチキン、いっぱいあるわマリサー。はいはいわかったんだぜ霊夢。みんなの美味しいオムライスがあったらぜひコメントしてほしいんだぜ。私が食べに行くからコメントしていってね。コメントしたらダメなんだぜ。それじゃあ、めんどくさがりマリサのために、腕によりをかけるわよー。まあ楽しみに待ってるんだぜ。私の腕を信じてなさいマリサー。霊夢は何しでかすかわからないから信じられないんだぜ。さあオムライスをフライパンで、こうやって。できるのか霊夢？完成。どうやったんだぜ？うふ、私のセクシーパワーのおかげだからね。それじゃあ最後の総仕上げに、なんで上に飛ばすんだぜ。あ、お好み焼きみたいにひっくり返す必要はなかったわ。うわ、絶対に前回みたいに直撃するんだぜ。マリサ、大丈夫よ、大きな口をしたらうまく食べることができるわ。そうなんだぜ、霊夢みたいに大きな口を開ければ。あちちちちー。まったくマリサは口が大きくないんだから。じゃあ。あれ、オムライスはどこかしら？じゃあ。やっぱり霊夢は何しでかすかわからないんだぜ。ゆっくりしていってね。マリサ、今日は牛丼食べましょ、もうもう。牛丼か、たまには食べたいんだぜ。牛丼美味しいわよね、もうもう。でも、霊夢は食べすぎて大変なことになりそうだな。そうだわ、牛丼は体にいいとは言えないわ。じゃあ今回は牛丼の栄養についてゆっくり解説するぜ。でも美味しいなら大丈夫もう。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してほしいんだぜ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回牛丼の栄養についてゆっくり解説するぜ。牛丼大好き、もうもう。牛丼は薄切りの牛肉と玉ねぎを醤油で甘く煮て、丼に乗せた料理なんだぜ。そうね、牛丼は早い、うまい、安い。牛丼は日本人に人気の日本料理であり、全国に牛丼専門店のチェーン店があるな。ゆっくり解説動画でいっぱい解説されてるわね、吉野家、すき家、松屋、中尾。チェーン店について気になる人は、動画概要欄のリンクから見てくれなんだぜ。それで牛丼はつゆだくがあるわよね。そうだな、つゆだくとは、牛丼のつゆを多めに入れることで、名前の由来は、つゆたくさん、がつゆだくになったという説があるんだ。1950年代にはすでにあり、歌手の華原朋美氏が1997年に、つゆだくを注文していることをテレビで公言した結果、一般にも浸透し、女子高生の間で人気となり、有名な裏メニューとなったんだ。有名なのに裏メニューってどういうことなのよ？それで牛丼をつゆだくにすると、味が濃くなり、牛丼の味が好きな人におすすめな食べ方だな。でも私好きじゃないわ、ご飯はジャバジャバしないで、ほかほかが食べたいのよ。また、つゆだくにすることで、ご飯をかき込みやすくなるんだ。そうだったのね、今度からつゆだくよ、かきかき込み込み。まったく霊夢は美味しいものならすぐ浮気するんだから。ちなみにつゆの量をさらに多くした、つゆだくだくというものもあるんだ。もう、つゆラブ好きな人向けね、ごくごく。それで牛丼に合う具材にはいろいろあるな。そうね、マリサ。ネギ、白滝、温玉子、大根おろし、チーズ、紅生姜、キムチ、ラッキョウ。まったくうるさいな霊夢。だって牛丼よ、もうもうもう。そうだな、牛丼はすき焼きと味付けがほぼ同じなので、すき焼きの具材を加えてアレンジしてもいいな。じゃあ豆腐、椎茸、えのき、春菊、もいいわね。そんなわけですき焼き丼もあるんだぜ。すき焼き大好き、すき焼き丼のレトルト食品があるわよね、それですき焼き丼を食べるわ。
さらにはうどんに牛丼の具材を入れて、肉うどんにするのもいいんだぜ。和の味付けの牛丼の具材とうどんは相性が良さそうね。チュルチュルも思う。まったく霊夢はうるさいんだから、次は牛丼の栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。並盛の牛丼約 340g あたりのカロリーは 629kcal で、タンパク質は 14.72g、脂質は 19.84g、炭水化物は 92g、食物繊維は 1.7g なんだぜ。牛丼はカロリーがちょっと高いわね。でも美味しいから許すわ、もうもう。まったく何様なんだぜ霊夢は。牛丼は牛肉と盛られたご飯を使われているためかカロリーは多いが、他のものも食べたりしなければカロリー過多にはなりにくいな。じゃあ他のも食べれないじゃないマリサー。牛は草食だから、サラダを食べるんだぜ霊夢。それで牛丼のタンパク質は約 14g で、体重 60kg の一般の人は1日に 60g のタンパク質の摂取が推進されているため、14g だと少し足りないと思うな。じゃあチーズ入れるわよ、チーズ。それで牛丼に使われている牛肉にはコレステロールが多く含まれているな。そうね、コレステロール、血管が詰まっちゃうわー。でもコレステロールには悪い面だけでなくいい面もあるんだぜ。え、そうなの、どんないいことがあるのかしら？それは男性ホルモンであるテストステロンの材料になるんだ。テストステロン値が高くなると、メンタルが強くなったり、積極性、精神力、リーダーシップが高くなりやすくなるんだ。肉を食べると心が元気になるという話が聞かれるんだが、その理由の一つにテストステロンが多く作られることが挙げられるんだ。お肉食べるともうもうシップが高くなるのね、もうもう。また男性らしい体を作るのにも必要なホルモンであり、筋トレしている人にも重要なんだ。そして牛肉には亜鉛が多く含まれているんだぜ。亜鉛って味覚を正常に保つミネラルよね。私にとっては大事なミネラルよ。そうだな、亜鉛はそれだけではなく、テストステロンの産生に関与しているんだ。じゃあ牛肉は男性ホルモンをいっぱい出すのね、もうもうファイヤー。それで亜鉛が精力をつけるミネラルとして有名なんだが、これはテストステロンを増やしてくれるからなんだ。そうだったのね、もうもうハッスルハッスル。でもコレステロールは血管が詰まっちゃうわー。そうだな、コレステロールには LDL と HDL コレステロールがあり、LDL は悪玉、HDL は善玉と言われているな。そうね、牛肉は悪玉が増えちゃうわ。でも悪玉コレステロールは体に重要なものであり、肝臓で作られたコレステロールを運ぶ働きがあるんだ。コレステロールは髪や皮膚を滑らかにし、細胞を包む細胞膜、ホルモン、脂肪の消化吸収を助ける胆汁酸の原料になるんだ。大事なことは多く摂取しすぎないことと、酸化させないことなんだ。確かにそうね、それで酸化させないってどういうこと？悪玉コレステロールは活性酸素によって酸化してしまうと、酸化 LDL となるんだ。酸化 LDL は血管壁を傷つけたり、血管の壁に沈着し、マクロファージがこれを異物と判断し、酸化 LDL を捕食して動けなくなってしまうんだ。そうしてできた残骸をプラークと呼び、動脈硬化を引き起こしてしまうんだ。いやー、悪玉コレステロールが酸化したら血管が詰まっちゃうわー。そんなための玉ねぎだぜ。玉ねぎ、牛丼にあるわね。そんな玉ねぎにはケルセチンというポリフェノールが含まれており、この成分が体にいい効果があるんだぜ。その効果は抗酸化作用だぜ。抗酸化作用、活性酸素から細胞を守ってくれるのよね。そうなんだ、特にケルセチンは、血管の中で抗酸化作用を発揮してくれるんだ。じゃあ悪玉コレステロールを酸化 LDL に変えるのを防いで、動脈硬化予防になるわ。そうなんだ。さらにケルセチンは熱に強い成分であるため、牛丼の玉ねぎでケルセチンを摂取してほしいんだ。じゃあ牛丼の玉ねぎは絶対に食べないとね、死んじゃったらもう美味しいもの食べれないもの。健康になりたい理由が霊夢らしいんだぜ。それで牛丼に乗せるお漬物はやっぱり紅生姜よね。そうだな、紅生姜は生姜を梅酢に漬けた漬物なんだ。へぇ、あの色って梅なのね。実はあの紅色は梅の色じゃないんだぜ霊夢。梅酢なら梅の色じゃない。紅生姜の紅色は赤梅酢で作られ、この赤梅酢は赤じその色から作られているんだ。あ、思い出したわ、梅ってもともと紅色じゃないわよね。思い出してくれてよかったんだぜ、だから梅の色じゃなくて赤じその色なんだぜ霊夢。赤じその色素はアントシアニンという色素成分であり、この成分には強力な抗酸化作用があるんだぜ。抗酸化作用、ケルセチンと同じ効果があるのね。
そうなんだ、アントシアニンの抗酸化作用によって、動脈硬化や血栓症を防いでくれるので、ぜひ紅生姜も食べてほしいんだ。ちなみに吉野家の紅生姜には野菜色素が使われていて、これが赤じそだと思われるので、アントシアニンが含まれていると思うぜ。それで生姜って体にいいわよね。そうだな、生姜には多くの体にいい成分が含まれており、様々な効果があるんだ。体温上昇、発汗作用、免疫力強化、鎮痛、軟骨の再生、心筋の強化、吐き気を止める、食中毒を防ぐ、血糖値低下、アルツハイマー病予防、抗酸化作用、癌予防などがあるんだ。そんなため生姜は漢方薬の原料としても使われているんだぜ。薬として使われているなんて、日常的に食べると健康になりそうね。そして牛丼に多いビタミンには、ナイアシン、ビタミン B6、12があり、多いミネラルには塩分、亜鉛、銅、モリブデンがあるんだ。一品料理だけど、栄養はあんまり多くないのね。では次は牛丼に相性が良く、ヘルシーにしてくれる食品について解説するぜ。まずはチーズだぜ。チーズ。チーズはタンパク質が多いだけでなく、カルシウム、リンも多いため、これらの栄養が足りない牛丼に追加するといいな。牛丼にはチーズよ、チーズ牛丼大好き。チーズは美味しいし、牛丼チェーン店でもチーズ牛丼を頼むこともできるからいいな。次は卵だぜ。卵もいいわね、黄身を牛肉やご飯に絡めてかき込むのよ。卵は栄養豊富で、1個で牛丼に足りないビタミン A、D、E、K、B2、パントテン酸、ビオチンを摂取でき、ミネラルは少しずつ含まれ、栄養の底上げができるな。そしてネギ玉牛丼が、牛丼のメニューにあるよな霊夢。ネギ玉もいいわね、ネギが好きな人もいるからいいメニューだわ。ネギには牛丼に多くないビタミン C が含まれており、その他のビタミン、ミネラルを底上げしてくれるぜ。卵とネギで栄養補給よ。あ、マリサスキアにニンニクファイヤー牛丼があるわよ、ファイヤー。まったく何言ってるんだ霊夢は、本当にあったんだぜ。フライドニンニクとニンニクチップ、唐辛子チップで元気が出ちゃうわ。確かに元気が出るんだぜ。ニンニクの匂い成分であるアリシンがビタミン B1 の吸収率を高めてくれ。ビタミン B1 は糖質からエネルギーを作り出すから、元気になるんだぜ。また唐辛子の辛味で舌が刺激され食欲が増進し、胃が刺激され胃液の分泌量が増え消化が良くなるぜ。いっぱいエネルギーを補給してファイヤーよ。それなら豚汁も頼むといいな。豚肉はビタミン B1 が多い肉であり、この牛丼だと栄養が不足しているので、具沢山の豚汁がおすすめだな。牛と豚のコラボでもうもうブヒブヒファイヤー。豚が追加されてもっと騒がしくなったんだぜ。いろいろ考えて頼むのがめんどくさいなら海苔を頼むといいぜ。海苔、ご飯物には海苔はいいわね。海苔はとても栄養豊富で、数枚で多くの栄養を摂取できるんだ。それで海苔3枚で食物繊維が 3.24g 含まれており、食物繊維が少ない牛丼なら海苔がおすすめだな。いっぱい食べれない人は海苔を追加で注文するといいわね。食物繊維といったら白滝を入れるといいわね。白滝の食感も加わって美味しくなるわよ。そうだな霊夢。それで豆腐を入れたらタンパク質、ミネラルが加わるわ。そうだな霊夢。最後に春菊を加えたら、ビタミン、ミネラル、食物繊維が増えるわ。そうだな霊夢。ってすき焼き丼になるんだぜ。あ、そうだったわ。牛丼の解説だったわね。それで牛丼に合うものと言ったら大根おろしはどうだ霊夢？大根おろし、いいわね。大根おろしにポン酢をかけてさっぱりして食べるのもいいな。それで大根には、アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼといった分解酵素が含まれているんだ。アミラーゼは炭水化物、プロテアーゼはタンパク質、リパーゼは脂質を分解するんだ。じゃあ三大栄養素の分解を助けてくれるのね、胃の負担が軽減されるわね。なので胃もたれしやすい人は大根おろしがおすすめなんだ。でも大根はビタミン、ミネラルが少し含まれている程度なので、栄養補給なら他の食品をプラスするといいぜ。他の具材を加えた上で大根おろしよ、スリスリ。そして最後はごぼうだぜ。ごぼうを加えることで違う食感が加わり、さらに牛肉のデメリットを小さくしてくれるんだ。牛ごぼう好きだわ、相性がいいから牛丼に入れても美味しくなるわ。そんなごぼうには食物繊維が多く含まれており、100g あたり 5.7g も含まれているんだ。さらに不溶性、水溶性の食物繊維両方とも多く含まれ、他の野菜の場合は片方だけ多いことがあるんだ。じゃあ両方の効果を得ることができるわね。
不溶性は繊維質なので噛む回数が増え、満腹中枢が刺激され、食べ過ぎ予防になるんだ。水溶性は水に溶けるとゲル状になって、糖を包み込んで糖の吸収がゆっくりになり、血糖値の上昇もゆっくりになるんだ。ご飯がいっぱいの丼ものならごぼうを加えていきたいわね。そして水溶性食物繊維は、コレステロールから作り出される胆汁酸の排出を促してくれるんだ。胆汁酸とは脂質を吸収しやすくしてくれる胆汁に含まれているもので、胆嚢から分泌されるんだ。この胆汁酸が働いた後腸で吸収されるんだ。でも水溶性食物繊維で吸収されないようにすれば、胆汁酸を作り続けてコレステロール値が低下するわ。コレステロール値が上がりやすい牛肉を食べるなら、ごぼうは相性がいいんだ。また牛肉は悪玉菌の餌になるタンパク質が多く、腸内環境が悪くなりやすいんだ。そうして悪玉菌が有害物質を作ると腸が傷つき、大腸がんになる可能性が高まるんだ。日本人の死因上位のがんよね。でもごぼうは食物繊維が多く、善玉菌の餌になるんだ。そのため善玉菌が悪玉菌をやっつけて、腸内環境を良くするんだ。ごぼうは牛丼のデメリットを最小限にするのね。ごぼうで毎日快便よ、ブリブリブリ。牛丼は体に悪いと思われることが多いから、工夫して美味しくヘルシーに食べてほしいんだぜ。美味しい牛丼のレシピがあったらコメントしていってね。私が食べに行くわよ。コメントしたらダメなんだぜ。さあ今日は牛丼よマリサ。そうだな、今日はお店じゃなくて家で作って食べようぜ。そうね、ごぼうの入った牛丼がお店にないから、家でごぼう牛丼食べるわよー。食べたらもうもううるさくなりそうなんだぜ。もう、今夜はもうもうなんて言わないんだから。本当かレイム？美味しかったわ、もう。なんだレイム？じゃなかったわ、美味しゅうございましたわおほほほほ。あらお二人ともごきげんよう、お牛丼をお食べになりましたのですか？そうですわ、それはとても美味しくて。霊夢、もうは言ったらダメなんだぜ。2回連続で言ってないからセーフよマリサ。でしたらデザートに桃はいかがでしょうか？も、桃、桃、桃おおお。霊夢、もうもう言ったんだぜ。違うわよ、桃って言ったんだから、牛の鳴き声じゃないわよ。桃はお二人でお食べください。私はブラックサンダーを。もう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 。やっぱり我慢できなかったんだぜ霊夢は。マリサさん助けてください。ゆっくりしていってね。マリサ、ご飯食べましょ。そうだな、何作ろうか？作るのめんどくさいわ、マリサ作ってー。なんでだレイム、めんどくさがって。じゃあ卵かけご飯にするわ、簡単に作れて美味しいし。そうだな、めんどくさがりやなレイムにはちょうどいいんだぜ。卵かけご飯に何加えようかしら、そのままもいいけど他のものも入れたいわ。それじゃあ今回は卵かけご飯の栄養についてゆっくり解説するぜ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録していってね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は卵かけご飯の栄養についてゆっくり解説するぜ。TKG、TKG。卵かけご飯とは、その名の通りご飯の上に卵をかけて、混ぜ合わせた料理のことなんだ。味付けには醤油が使われ、卵、かけ、ご飯、この3つの頭文字を取って、TKG とも呼ばれているんだ。TKG、TKG。卵は生でもいけちゃうから好きよ。卵は生でも美味しいが、世界で食べることのできる国は日本ぐらいなんだぜ。日本だけなの？鶏の卵は排泄物を出す出口と同じところから出るので、卵がサルモネラ菌に汚染されるんだ。なので、表面についた菌がついた卵を生で食べると、一緒に菌も食べてしまうんだ。お腹痛くなっちゃうのは嫌よー。でも安心するんだぜ霊夢、日本では鶏がサルモネラ菌に感染しないように鶏舎を清潔にし、卵の洗浄、殺菌が行われ生で食べることができるんだ。じゃあ海外だと生で卵が食べれないのね、一生日本にいるわ。大丈夫なんだぜ霊夢、イギリスでは政府公認のライオンマークがあり、このマークがある卵は、鶏にサルモネラ菌のワクチンを接種させたり、定期的に衛生管理などをして品質管理を徹底しているんだ。海外でも生で食べることができる卵があるのね、海外に行っても安心だわ。こういった卵はユッケやタルタルステーキなどに使われるのかもしれないな。たとえ日本の卵でも生で食べるのに注意してほしいことがあるんだ。え、日本なら安全じゃない。それは賞味期限が切れた卵だぜ。
日本の卵は生で食べることを前提で生産されているので、卵の賞味期限は生で食べることができる期限のことを指しているんだ。なので賞味期限が過ぎた卵は生ではなく加熱して食べてほしいんだぜ。そうなのね、賞味期限が過ぎたら目玉焼きにするわ。卵かけご飯は簡単に作れて便利よね、ささっと作ってもぐもぐ。実は卵かけご飯は手間をかけると美味しくなるんだぜ霊夢。え、美味しくなるの、教えてマリサー。まずはご飯を少なめにしてよくかき混ぜることだぜ。卵の卵白には気泡性という泡立つ性質があり、よくかき混ぜるとふわふわな卵かけご飯になるんだ。ご飯は少なめにするといいぜ、原因はわからなかったんだが通常の量のご飯だと泡立たなかったんだぜ。ふわふわになるのね、ふわふわ。次は卵かけご飯用の醤油を使うことだぜ。あ、聞いたことあるわ、専用の醤油。卵かけご飯専用の醤油には出汁が加わっており、出汁の旨味も加わって美味しくなるんだ。じゃあ出汁醤油と同じなのね。メーカーによって甘みがあったり、無添加だったりするので、好きなものを探すのもいいな。最後は醤油以外の味付けだぜ。卵かけご飯の味付けは醤油以外に、ポン酢、柚子胡椒、めんつゆ、オイスターソースなんかもいいぜ。全部食べたいわマリサー。まったくうるさいな霊夢は。あ、他には卵黄と卵白を分けて、卵白をメレンゲにするのもあるわ、美味しそうだわー。作るのめんどくさいからマリサ作ってー。霊夢は普通の卵かけご飯を食べるんだぜ。そんな卵かけご飯には歴史があるんだぜ。え、歴史があるのね、やっぱり愛されてきたのね。生卵を食べる文化は戦国時代から江戸時代に生の肉を食べる文化と共に入ってきたんだ。江戸時代には浅野鷹作りの書籍に卵飯という卵かけご飯に近い料理があるんだ。この卵飯は炊いたご飯の上に溶いた卵をかけて蓋をして、蒸した料理なんだ。ちょっと加熱しているのね、私は生じゃないと卵かけご飯だと言えないわ。霊夢みたいにこだわりがある人はそうだな。明治時代になると現在の卵かけご飯が生まれ、岸田銀行という人物が発明したんだ。卵かけご飯は人類最大の発明なんだから。岸田銀行はジャーナリスト、目薬の販売などの実業家、教育者であり、子供の岸田雄星は画家、岸田辰巳は宝塚歌劇団の演出家でラインダンスの考案者でもあるんだ。初めて作られた卵かけご飯は鶏卵和と呼ばれ、ご飯に卵をかけて、塩と唐辛子を加えたものなんだ。塩と唐辛子なのね、元祖卵かけご飯も食べたくなってきたわ。たまには元祖卵かけご飯も食べてほしいな。次は卵かけご飯の栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。卵を1個使った卵かけご飯 238g あたりのカロリーは 374kcal で、タンパク質は 12.78g、脂質は 6.66g、炭水化物は 61.36g、食物繊維は 0.48g なんだぜ。卵かけご飯は卵を使ってるからタンパク質が豊富ね。そうだな、卵のタンパク質は良質であり、体内で作り出すことのできない必須アミノ酸がバランスよく豊富に含まれているんだ。そのためタンパク質の質を数値化したアミノ酸スコアが100なんだぜ。卵はタンパク質食品として有名よね。そんな卵にはレシチンというリン脂質が含まれており、レシチンの主成分であるコリンは、アセチルコリンを作る材料になるんだ。アセチルコリンは脳で記憶や学習に深く関わる神経伝達物質であるので、勉強や仕事で頭を使う人は、ぜひ卵を食べてほしいんだぜ。そしてアルツハイマー病の予防にも食べてほしいな。さらに卵にはアセチルコリンの合成を促すビタミン B12 が多く含まれているから、卵は脳にいい食材なんだ。卵は脳にいいのね、卵かけご飯を朝に食べて、勉強や仕事がはかどるわ。また卵のレシチンや卵白に含まれるアミノ酸の一種シスチンには、コレステロール値を下げる効果があり、コレステロールが多い卵を摂取しても、コレステロールのことを心配しないでもいいと思うんだ。そうなのね、卵は体にいい効果があっていいわ。また卵かけご飯に多いビタミンには、ビタミン B2、B12、パントテン酸、ビオチンがあり、ミネラルは塩分、銅、セレン、モリブデンがあるんだ。なので他のものも加えて栄養をプラスしてほしいんだぜ。そうね、それで食物繊維が少ないわね。そうだな、白米の卵かけご飯だとそうなるな。じゃあ血糖値が急激に上がっちゃうわ。朝元気に体を動かすなら上がった血糖値によってエネルギーを作り出すことができていいんだが、
勉強やデスクワークだと急激に血糖値が上がった後、インスリンが多く分泌され血糖値が急低下してしまうんだ。その結果、低血糖状態になり眠くなったりしてしまうんだ。じゃあ元気出るために卵かけご飯食べても意味ないじゃない。だから食物繊維を加えるといいんだぜ。次は卵かけご飯に合い、さらにヘルシーにしてくれる食品について解説するぜ。まずは麦ご飯だぜ。もち麦や押し麦が入ったご飯よね。プチプチ食感が加わって美味しくなるわ。そうだな、これらの大麦には食物繊維が多く、特にベータグルカンという水溶性食物繊維が含まれているんだ。ベータグルカンには血糖値の上昇を抑える働きがあり、炭水化物が多い卵かけご飯に相性がいいんだ。さらにはセカンドミール効果という、次の食事の血糖値の上昇も抑える働きもあり、朝食に食べるとお昼も血糖値の上昇が緩やかになるんだ。そうなのね、朝に食べて元気出ちゃうわ。他には善玉菌の餌となり腸内環境を良くしたり、コレステロールの排出を促してくれるんだ。いい効果があって、美味しい食感も加わるから、もち麦卵かけご飯にして食べるわよ。他に食物繊維をプラスするなら海苔もいいんだぜ。もち麦ご飯1杯で食物繊維が 2.31g、海苔3枚で 3.24g なので、合計 5.55g も摂取できるんだ。海苔も食物繊維が多いのね。それだけではなく海苔には、ビタミン A、K、葉酸、葉素といった、卵かけご飯に足りない栄養素が豊富なんだぜ。あとはごまをちょっとかけるのもいいかもな。ごまはミネラルが豊富で、日本人に不足しがちな鉄分が多いんだ。さらにごまの外側の外皮は食物繊維でできており、小さじ1杯 9g で 1.87g も含まれているんだ。さらにはセサミンという抗酸化物質も含まれており、肝機能も高めてくれるんだぜ。さらにさらに細胞膜の材料として使われる不飽和脂肪酸が多いんだ。体にいいことは分かったけど、カロリーが。卵かけご飯に、海苔3枚とごま小さじ1杯入れた場合のカロリーは440キロカロリーだから高くはないんだぜ。そうね、もっと何か付け加えたいわ。じゃあ、ちりめんじゃこを入れるのはどうだ霊夢？小さい魚よね。ちりめんじゃこは小さい魚で、骨ごと1匹食べることができるんだ。なのでカルシウム補給にもなるし、タンパク質も摂取できるぜ。タンパク質補給にいいかもね、タンパク質で元気よ。でも塩分が含まれているから、そのまま乗せて味付けなしで食べてほしいぜ。それで朝食と言ったら納豆よ。卵かけご飯に納豆かけてネバネバー。それはいいな、納豆は大豆食品で高タンパク、食物繊維が豊富だな。さらには発酵食品であり発酵菌によって栄養素が分解されているんだ。そのおかげで消化吸収にいいんだぜ。そして納豆菌よ、ネバネバ作ってくれるいい菌よ、ネバネバー。そうだな、納豆菌は強い菌で胃酸に強く、腸内で悪玉菌をやっつけてくれるんだ。悪玉菌は腸内で有害物質を作り出すから納豆菌や食物繊維も摂取してほしいな。それでネギも加えてビタミンプラスよ。もぐ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 、美味しいわー。はぁ、もうお腹いっぱいだわ、胃が働いてやる気出ないわ。まったく霊夢ってやつは。卵かけご飯の消化を良くするなら、とろろを加えるといいぜ。とろろいいわね、納豆と一緒にネバネバー。トロロを作るのに使われる長芋には、アミラーゼというデンプンを分解する酵素が含まれているんだ。この酵素のおかげでご飯のデンプンを分解して、胃の負担を軽減してくれるんだ。食後にたくさん食べてやる気が出ない原因の一つに、消化に多くのエネルギーを使っていることが挙げられるんだ。じゃあ脳や筋肉が使うエネルギーを胃が使っちゃって休みたくなるのね。食べ過ぎないことが一番の対策だが、分解酵素が含まれている長芋を食べるのもいいと思うんだ。ちなみに大根にもこの酵素が含まれているが、長芋の方が多く含まれており、消化を早くするなら長芋がいいんだぜ。あとネバネバして食べやすいからガツガツいけちゃうわ。もっとゆっくり味わないともったいないんだぜ霊夢。あとは漬物を入れるのもいいと思うんだぜ。漬物の塩味が加わるから、卵かけご飯の味付けは薄めにすると食べやすくなるぜ。漬物入れたら味変するわね。濃厚な卵かけご飯に、酸っぱい梅干し。梅干しもいいな、梅干しの酸っぱい成分には、唾液や胃液の分泌を多くしてくれる働きがあり、消化を良くしてくれるんだ。また疲労回復にもいいんだぜ。暑い時期にはさっぱりしていいかもね、疲労回復効果で朝から元気よ。他にはキムチ、ラッキョウもいいわね、朝からファイヤー。
そして最後に濃厚な卵かけご飯にしたいのなら、アボカド、豆腐だぜ。ねっとりしそうね、ねっとっていい。アボカドは森のバターと呼ばれるぐらい栄養が豊富で、体内でエネルギーを作り出すビタミン B 群が多いんだ。じゃあ朝からエネルギーを作るのにはいいかもね、ねっとりファイヤー。でも油っぽくなって消化に時間がかかるわ、胃もたれしそうだわ。大丈夫なんだぜ霊夢、アボカドに含まれている脂質は、アボカドに含まれているリパーゼという脂質の分解酵素によって、分解されているんだ。なので消化しやすく胃もたれしにくいんだ。そうなのね、あとゴマと一緒で体にいい脂質があるのよね、あとはアボカドはねっとりして美味しいわ。それで豆腐にはタンパク質が多くミネラルも豊富なんだ。じゃあアボカドと豆腐で、ねっとり卵かけご飯にして濃厚さを味わうわー。でもこれらを作ったら、卵かけご飯のアイデンティティである、簡単に作れることに反してしまうわよマリサ。まったく霊夢はめんどくさいまんじゅうなんだぜ。それなら食後にヨーグルトを食べればいいと思うんだぜ。カルシウム補給になってその他の栄養の底上げになるしな。ヨーグルトも発酵食品よね、乳酸菌がいっぱいいて。そうだな、乳酸菌が牛乳の栄養を分解しているから消化によく、お腹がゴロゴロしにくいんだぜ。そして腸内環境も良くしてくれるからな。いいわねヨーグルト、食後なら何でも合いそうね。他には果物も食べてもいいかもな、卵かけはご飯そんなにカロリーが高くないし。果物でも栄養補給よ、食べたら元気が出て一日ファイヤーよ。もし美味しい卵かけご飯のレシピがあったらコメントしてほしいんだぜ。コメントしてくれたら私が食べに行くわよ。コメントしたらダメなんだぜ。マリサがいろいろ解説してくれたけど、やっぱりシンプルな卵かけご飯が一番よ。まあそうだな、でも海苔はすぐ準備できるからいいと思うんだがレイム。あ、確かにそうね、マリサ天才だわ。レイムがおバカなだけなんだぜ。さあ、卵かけご飯を食べて今日も元気に過ごすわよ。さあ卵かけご飯よ、TKG なんだぜ。はあはあ、夢にまで見た超大盛り TKG よマリサ。霊夢はいつもそれぐらいの量を食べてるから、驚かないんだぜ。ネバネバー。あ、納豆の神様よ、TKG 食べましょ。ネバネバネバ、ネバネバネバ。卵かけご飯に納豆をかけないなんて罰当たりだと言ってるんだぜ。じゃあ、こっちにネバネバしないでネバー。あ、TKG に納豆が加わったわ、海苔もあるから NNTKG よ。NNTKG なんだぜ。ネバ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 ババネバババババ、ネバ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 。もぐもぐ美味しいわ、もっとネバネバしたいわマリサ。美味しいんだぜ、もっとネバネバしたいんだぜ。ネバー。マリサとロロも加わってネバネバよ。海苔納豆とロロ卵かけご飯なんだぜ。NNTTKG だわ。ネバネバー。ははあ、納豆の神様。神様なんだぜ。ネバネバネババネ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 ババネ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 バネバネネババ。さあ、本日は超高級卵かけご飯でお二方を驚かせますわ。ネバ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 だぜだぜ。あらお二人とも、なんだか楽しそうですね。NNTTKG 何ですの、この騒ぎは。納豆の神様、ははあ、ははあ、なんだぜ。ネバネバ。大変ですわ、霊夢さんとマリサさんが変な信仰宗教を信仰していますわ。NNTTKG ゆっくりしていってねマリサ。今日は揚げ物が食べたいわ。揚げ物か、何揚げようか。ブヒブヒもうもうコケコッコー。まったく何揚げたいんだぜ霊夢。じゃあエビフライよ、プリプリして美味しいわ。エビフライか、人気の揚げ物だよな。そうね、エビフライ食べてプリプリになっちゃうんだから。それじゃあ今回はエビフライの栄養について解説するぜ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してね。ゆっくり健康食品解説というわけで今回はエビフライの栄養についてゆっくり解説するぜ。サクサクプリプリよ。エビフライはエビを油で揚げた料理で、衣をつけて揚げて作るんだ。エビフライにかけるソースはいろいろあり、多くはタルタルソースや甘口のソース、マヨネーズなんかがあるんだ。私はタルタルソースよ、タルタル。他には醤油や塩をかける人もいるぜ。醤油はこってりしないので、油っぽさを感じにくく、塩はエビの味を感じやすいんだ。
中には何もかけないで食べる人もいて、エビに下味がついているから何もつけなくても大丈夫と、ネットで感想が書かれていたんだぜ。醤油と塩ね、新たな味を求めて試してみるわよ。グルメは冒険なんだから。それでマヨネーズみたいなタルタルソースって何なのかしら？って知らないんかーい。タルタルソースはマヨネーズに玉ねぎ、きゅうりのピクルス、細かく砕いたゆで卵などを混ぜて作られたソースなんだ。マヨネーズと野菜の酸味、ゆで卵をマヨネーズでまぶしていて、少し固めのクリーミーさが特徴なんだ。エビフライの他にカキフライに使われることもあるんだ。カキフライもいいわね、マリサのお金で食べるカキフライは最高よ。おいおい霊夢、聞き捨てならないことが聞こえたんだぜ。ちなみにタルタルソースはマヨネーズの一種ではなく、半個体状ドレッシングに分類されているんだ。そんなタルタルソースはタルタルステーキにかけられていたことから、その名前が付けられたとされているんだ。タルタルソースは酸味があってさっぱりしているから、揚げ物にかけても美味しくなるわよね、ごくごく。飲むものじゃないんだぜ霊夢。エビフライはソースだけでなく、盛り合わせの野菜もあるよな。そうね、キャベツやキュウリとかがあるわね。他にはポテトサラダも盛り付けるのもいいと思うんだぜ。ポテトサラダ、ポテサラも人気よね。他にはトマトサラダにしてもいいな。レタスやパセリもつけて、美味しそうに見えるわ、はぁはぁ。そんなエビフライは日本生まれの洋食であり、生まれた説がいろいろあるんだ。一つの説を挙げると、明治時代に人気だったトンカツ、メンチカツを生み出したレンガ亭の亭主が、もっと美味しいものを作ろうといろんな食材にパン粉をつけてあげたところ、エビフライが生まれたという説なんだぜ。いろんな食材を使って研究したら生まれたのね。私も美味しい料理を作るわ。さあ、美味しい食材はどこなのかしら？美味しい食材はすぐそこにいるのに、東大元暮らしなんだぜ。次はエビフライの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。エビフライ3本 55.2g あたりのカロリーは 131.8kcal で、タンパク質は 4.9g、脂質は 8.21g、炭水化物は 9.74g なんだ。エビフライって揚げ物だけど、そんなにカロリーが高くないわね。まあそうだな、使われているエビは高タンパク低カロリーだからな、カキフライやトンカツの場合だとカロリーは高くなるぜ。それでエビフライに多いビタミンミネラルは、セレンとモリブデンぐらいしかないんだ。そうなのね。でもエビフライに使われているエビには体にいい成分があるんだぜ。まずはアスタキサンチンだぜ。アスタキサンチンとはエビ、酒、カニなどに含まれている赤い色素成分なんだ。赤いのね、でも茹でてない魚介類は赤くないけど茹でると赤くなるわよね。それはアスタキサンチンとタンパク質が結びついていると澄んだ色になり、加熱するとアスタキサンチンとタンパク質が離れて鮮やかな赤色になるんだ。そんなアスタキサンチンには強力な抗酸化作用があり、ベータカロテンやビタミン E よりも強いんだぜ。へえ強いのね、でもなんで強いのかしら？通常ベータカロテンは細胞膜の中で、ビタミン E は細胞膜の内側で、抗酸化作用を発揮するんだ。そしてアスタキサンチンはこの両方で抗酸化作用を発揮するので、何倍もの抗酸化作用があるんだ。じゃあ若々しくいられるためにエビをプリプリ食べちゃうわ。ただ抗酸化作用が強いだけじゃないんだぜ霊夢。アスタキサンチンは脳の中でも抗酸化作用を発揮してくれるんだ。ベータカロテンやビタミン E でもいいじゃないかしら？実は脳には血液脳関門という脳に有害な物質が入らないようにする組織があり、それによってベータカロテンやビタミン E が脳の中で抗酸化作用を発揮することができないんだ。でもアスタキサンチンは血液脳関門を通ることができ、脳の中で抗酸化作用を発揮するんだぜ。アルツハイマー型認知症の原因の一つに、脳の中で発生した活性酸素によって脳の細胞が傷つくことが挙げられるんだ。でもアスタキサンチンが脳で抗酸化作用を発揮すれば脳の病気予防になるわね。そうなんだぜ、さらには脳以外に皮膚や目の中、血管でも抗酸化作用を発揮してくれるので。紫外線を受けた時に発生した活性酸素の除去、目の中で抗酸化作用を発揮し眼精疲労、目の病気予防、血管で抗酸化作用を発揮することで動脈硬化予防になるんだ。お肌にもいいのね、エビでプリプリピチピチよ。そしてアスタキサンチンは持久力を上げてくれるんだ。人間はエネルギーを作り出すとき基本的に糖質と脂質から作っているんだ。そのうち、糖質は短い時間で多くエネルギーを作ることができるけど、長く作ることはできないんだ。そして脂質は長時間エネルギーを作り出すことができるけど、短い時間で多くのエネルギーを作ることができないんだ。
じゃあ筋トレの激しい運動してすぐ疲れるのは、糖質で多くのエネルギーを作るからなのね。そうだな、そこでアスタキサンチンだぜ。アスタキサンチンには脂質から多くのエネルギーを作り出すのを手助けする効果があり、激しい運動でも糖質の消費を少なくしてくれるんだ。なので持久力が上がるんだぜ。さらにはアスタキサンチンが運動によって発生した筋肉の活性酸素を除去する効果もあり、トレーニングによる疲労が軽減され、質の良いトレーニングを行いやすくなるんだ。じゃあ運動している人にアスタキサンチンはおすすめね。さらにデスクワークや勉強している人にもおすすめなんだ。アスタキサンチンは脂質をエネルギーにしてくれるのを助けると言ったんだが、アスタキサンチンは脳の中でも働くことができるので、脳で脂質をエネルギーにするのを助けることで、脳の糖質の消費を少なくしてくれるんだ。糖質は脳のエネルギーになるって言うわよね。糖質の節約をしてくれるのね。そうなんだ。脳の低血糖状態を防ぐことで、脳の働きを安定してくれると考えられるんだぜ。エビで脳をプリプリよ。そして最後にアスタキサンチンが肝臓への脂肪の沈着を防ぐことで、脂肪肝、肝硬変を防ぐ効果があるんだ。アスタキサンチンはいろんな効果があるのね。エビ以外にも酒やカニ、イクラ、松茸、アワビ、松坂牛。最後の3つは霊夢が食べたいものなんだぜ。エビはアスタキサンチン以外にも体にいい成分がもう一つあるんだぜ霊夢。まだあるの、それも食べるわ次はタウリンだぜ。タウリンは体内で作り出すことのできる必須アミノ酸の一種で、体内で作ることができるんだが、食品から摂取することでその効果をさらに大きくできるんだ。タウリンの効果には肝機能を高める効果があるんだぜ。栄養ドリンクでタウリン配合って言ってるわよね。タウリンには肝臓で胆汁酸の分泌や肝細胞の再生を促進したり、細胞膜を安定化させることで肝機能を高めてくれるんだぜ。肝臓の役割に代謝、解毒、胆汁の生成があり、解毒機能が高まるとアルコールやアセトアルデヒドの分解が活発になるんだ。じゃあお酒のおつまみにエビフライね。アルコール以外にもアンモニアなどの代謝物、食品添加物などの体に不要な物質を分解、無毒化して尿や便として排出させてくれるんだぜ。そして胆汁酸が作られることによって、コレステロール値が下がるんだぜ。コレステロール値が下がるのね。私プチプチの女の子だけどコレステロール値が気になるわ。胆汁に含まれている胆汁酸にはコレステロールによって作られており、胆汁の分泌が増えるとコレステロールを消費するんだ。それで胆汁の役割には脂質を体内へ吸収しやすくするために、脂質の分解や乳化をする働きがあるんだ。じゃあ脂質をいっぱい吸収するじゃない。まあまあ霊夢、脂質は体に重要な栄養なんだぜ。脂質の中でもオリーブオイルなどの体にいい脂質を取ってほしいんだぜ。オリーブオイルにはオレイン酸という脂質が含まれており、悪玉コレステロールを減らし善玉コレステロールを増やすことで、動脈硬化を予防してくれるんだ。他にオリーブオイルには血圧を下げたり、オレイン酸が腸を刺激することで、排便をスムーズにしてくれるんだ。じゃあオリーブオイルで揚げて、いっぱい吸収するわ。ちなみに胆汁酸は腸で吸収されまた再利用されるんだが、水溶性食物繊維や緑茶のカテキンに胆汁酸を排出する働きがあり、これらを摂取すると胆汁酸を排出して、コレステロール値が下がるんだ。エビフライはマヨネーズ、タルタルソースをつけて食べるから、タウリンがあるのはありがたいわね。タウリンの他の効果には網膜の神経を抑制することで網膜を守る働き、動脈硬化、高血圧予防があるんだぜ。次はエビフライと一緒に食べてほしい食品を解説するぜ。まずは添えているサラダだぜ。サラダ、口をさっぱりにするにはいいわね。特に注目すべきはキャベツだな。キャベツにはビタミン U という、ビタミンに近い働きをする成分があり別名キャベジンとも言うんだ。ビタミン U の働きには、傷ついた胃の粘膜の修復を助けることによって、胃の健康を保ってくれるんだ。油っぽいものは胃の中で長く消化されるから、胃のためにキャベツを食べたいわね。でもビタミン U は熱に弱い成分であり、ロールキャベツにしたら多く摂取できないんだ。でもキャベツのサラダならいいわね、ビールもキャベツも生よ。そしてトマトもあるよな。そうね、酸味があってこれも口がさっぱりするわ。トマトに含まれているクエン酸やリンゴ酸には、胃の粘膜の炎症を抑え、ムカつきを解消する効果があるんだ。なので油っぽい料理にはトマトもおすすめなんだぜ。いいわね、サラダだとビタミン補給できちゃうわ。それで汁物ならわかめと豆腐の味噌汁がおすすめだな。
わかめには水溶性食物繊維が多く、タウリンによって増えた胆汁酸を排出しコレステロール値を下げてくれるんだ。さらに豆腐でタンパク質、ミネラルを多く摂取できるんだぜ。あとカテキンも胆汁酸を排出してくれるのよね。飲み物は緑茶がいいかも。豆腐以外にタンパク質を補給するなら卵だな。かき玉汁にすれば、エビフライにぴったりなんだぜ。そこに三つ葉やネギも入れて栄養をプラスだぜ。あとはご飯も付け加えて、エビフライ定食よ。そうなるな霊夢、エビフライだけじゃなくてサラダや汁物も食べてほしいんだぜ。もちろんよマリサ、はぁはぁ。これらの料理も食材を同じにして別の料理にするのもいいな。トマトのスープ、冷ややっこ、わかめの酢の物。暑い夏だとぴったりな料理だな霊夢。他に栄養を摂取する料理なら、かぼちゃの煮付け、かぼちゃサラダなんかもいいな。かぼちゃはミネラルは多くないんだが、ビタミンは豊富に含まれているんだぜ。エビフライのサクサクに、かぼちゃのねっとりで、違った食感を往復よ。それでポテトサラダもいいわね、ポテサラは正義よ。いいな霊夢、食物繊維とビタミン C を多く摂取できるんだぜ。ポテトサラダの栄養解説もしてるから、動画概要欄のリンクから見てね。他の料理にはきんぴらごぼう、ほうれん草のおひたし、ズッキーニのソテーなんかも加えてほしいんだ。どれにしようか悩んじゃうわ。マリサが全部作ればいいじゃない。霊夢が全部作るんだぜ。もし美味しいエビフライがあったらコメントしていってね、私が食べに行くわよ。コメントしたらダメなんだぜ。さあエビフライを食べるわよ。食べるんだぜ。じゃあマリサ、今回解説したもの全部作って嫌なんだぜ、働かざる者食うべからずなんだぜ。仕方ないわね、出前よ出前。まったく霊夢ってやつは。早くエビフライ来ないかしら？早く食べたいんだぜ。あ、来たわよ、エビでプリプリしちゃうんだから。アーニーイーツだアーニー。アーニーイーツが来たんだぜ。お待たせアーニー、ご注文のエビフライを。プチプチサクサク。あ、私のエビフライが逃げてるわ。なんで揚げられてるのに生きてるんだぜ。仕方ない兄、別のフライを作るんだ兄。早く作ってちょうだいよ。兄兄、こうしてこうして、兄兄。エビフライ霊夢ちんだ兄。いやん、セクシーサクサク霊夢ちゃんよ。美味しい食材はすぐ目の前にあったんだぜ。美味しそうエビエビ、サクサク、プリプリ、こってりすぎるよー。そんな時はキャベツの千切りだ兄。美味しいエビエビ。お値段、アニ1000円だアニ。なんで料理が食べた料理の料金を払わないといけないのよー。ってなんで料理が料理を食べてるんだぜ。ゆっくりしていってね。マリサ、今日はなんだか沖縄料理が食べたくなってきたわ。突然だな霊夢。沖縄と言ったらゴーヤよね、ゴーヤを使った料理が食べたいわ。そうだな、それじゃあゴーヤチャンプルーはどうだ霊夢。沖縄料理と言ったらゴーヤチャンプルーよね。豚肉の脂の旨味とゴーヤの苦味が癖になるのよ。じゃあ今回はゴーヤチャンプルーの栄養について解説するぜ。ゴーヤちゃん、プルプルー。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してほしいんだぜ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はゴーヤチャンプルーの栄養についてゆっくり解説するぜ。代表的な沖縄料理よね。ゴーヤチャンプルーはゴーヤを使ったチャンプルー料理なんだ。チャンプルーって何よマリサ。チャンプルーとは沖縄の方言でごちゃ混ぜという意味であり、豆腐と様々な食材を炒めた料理なんだ。じゃあゴーヤチャンプルーは豆腐とゴーヤを炒めた料理なのね。ゴーヤチャンプルーの作り方は、まず油を引いて豆腐を両面焼いて取り出し、油を加えて、豚肉、ゴーヤ、だし汁を加え、2分ほど蒸し焼きにするんだ。そして豆腐を戻し入れ、溶き卵を加え、醤油で味付けすれば完成だぜ。ゴーヤ以外にはキャベツ、もやしも追加して、アレンジするのもいいと思うんだぜ。他の食材も入れてもいいわね、それにキャベツともやしは安いから入れるわよ。ちなみにキャベツのチャンプルーをタマナーチャンプルー、もやしのチャンプルーをマーミナーチャンプルーと言うんだぜ。他にはパパイヤ、ウリ、そうめんを入れるチャンプルーもあるんだ。そうめん入れたら一品料理になって、料理を作る手間が少なくなるわね。ちなみにゴーヤチャンプルーの素が販売されているので、簡単に作りたい人は利用するといいぜ。それで豆腐を厚揚げにしたら美味しくなるかも。それはいいな霊夢、全国的には木綿豆腐を使用していることが多いんだが、沖縄では固めの島豆腐を使うことが多いんだぜ。
硬い豆腐を使うことで豆腐が崩れにくくなるので、本格的なゴーヤチャンプルーを食べたいのなら、硬い豆腐にしてほしいな。また豚肉じゃなくて鶏肉にするのもいいと思うんだぜ。卵を使うから親子丼みたいになって美味しくなりそうね。丼にゴーヤ鶏チャンプルーを乗せて丼物にしてみたいわ。それなら一品料理になっていいな。ゴーヤって夏野菜よね。夏野菜は夏が旬だから夏が美味しいわよね。そうだな、旬の食材は旬の時期に栄養が多く蓄えられ、美味しくなり、収穫時期で供給量が増えるので価格が安くなるんだ。じゃあ夏に食べるべきね、今が一番安く作れるもの。それじゃあゴーヤチャンプルーの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。ゴーヤチャンプルー1人前 230g あたりのカロリーは 334kcal で、タンパク質は 16.88g、脂質は 25.99g、炭水化物は 5.8g、食物繊維は 2.25g なんだぜ。タンパク質は少し多いわね。ご飯も入れて炭水化物も補給よ。それはいいな。ゴーヤチャンプルーは豚肉と豆腐、卵が使われているので、タンパク質が多いんだ。炭水化物は少ないからご飯と一緒に食べたり、そうめんも一緒に炒めてもいいと思うんだぜ。それでゴーヤチャンプルーに多いビタミンには、ビタミン E、K、B1、B2、ナイアシン、B12、ヨウ酸、パントテン酸、ビオチン、ビタミン C と多いんだ。ミネラルに関しては、塩分、カリウム、リン、鉄分、亜鉛、銅、マンガン、セレン、モリブデンが多いんだ。ゴーヤチャンプルーは栄養豊富なのね。そうなんだ、ゴーヤと卵、豚肉でビタミンが多く、豆腐があるおかげでミネラルが豊富なんだ。卵には卵黄レシチンという脂質が含まれており、脳内の神経伝達物質であるアセチルコリンを作る材料になるんだ。なので、脳の学習機能、記憶力を良くしたり、アルツハイマー病の予防になるんだ。また豆腐には大豆レシチンが含まれており、レシチンの脂質と水が混ざるようにする働きによって、血栓を溶かし血管が詰まる病気を予防してくれるんだ。じゃあ頭と血管が良くなるのね。そして鰹節をかけることもあるな。鰹節はとても高タンパクで、100g で 77.1g とプロテイン並みに多いんだ。とは言っても少量使うので、たくさん摂取できるわけではないんだけどな。それでもタンパク質摂取できるなら鰹節をかけるわよ。それで鰹節には旨味成分が含まれているわよね。そうだな、鰹節には旨味成分であるイノシン酸が含まれ、霊夢にとっては大事なことなんだぜ。美味しさ的にも鰹節を入れるわよ。それでゴーヤにはビタミン C が多く、1日に必要な量の 60% も摂取できるんだ。あ、ゴーヤってビタミン C が多いわね。そうだな、ビタミン C には体内でコラーゲンを作り出すので、お肌を新しくしてくれるんだ。さらには紫外線を浴びてシミやそばかすの発生を予防してくれるんだ。紫外線が強くなる時期はゴーヤでピチピチお肌になりたいわ。そしてゴーヤには夏バテ予防になる成分が含まれているんだぜ。え、ゴーヤに？それはモモルデシンだぜ。モモルデシンには胃腸の粘膜を保護したり食欲を増進させる効果があり、神経に作用することで胃腸を元気にさせてくれるんだ。え、ゴーヤって食欲を増進させてくれるのね。食欲不振の夏バテにはゴーヤよ。そうだな、さらにもモルデシンにはブドウ糖を筋肉、肝臓に取り込むのを促進する働きがあり、食後の血糖値を低下させてくれるんだ。じゃあ糖尿病予防になるのね。そうだな、糖尿病の原因の一つに血糖値を下げるインスリンを分泌する膵臓を酷使させることで、膵臓が分泌するインスリンの量が減ったり、質が悪くなるんだ。そうなったら血糖値が高い状態でも血糖値を下げることが困難になり、高血糖状態が続き、糖が血管を傷つけることで様々な病気を発症してしまうんだ。でもモモルデシンで膵臓を酷使しないようにすれば、糖尿病になりにくくなるのね。そうなんだ、他にも食物繊維を多く摂取して、血糖値の上昇をゆっくりにすれば膵臓が一生懸命働かなくて済むんだぜ。あ、でもゴーヤチャンプルーって食物繊維が少ないわね。そうだな、豆腐は食物繊維が少ないし、野菜はゴーヤぐらいしかないんだぜ。ということで次はゴーヤをヘルシーにしてくれる食品を解説するぜ。まずはこんにゃくだぜ。こんにゃくを加えたら別の食感も加わって美味しくなりそうね。こんにゃくにはグルコマンナンという水溶性食物繊維が含まれており、血糖値の上昇をゆっくりにしてくれるんだ。さらには便を柔らかくすることで、便の流れをスムーズにし便秘改善になるんだ。そして善玉菌の餌になるんだぜ。
じゃあ水道の負担を軽減して、ブリブリしちゃうのね。ブリブリいい。そしてこんにゃくは水を多く吸っているので水分量が多く、カロリーが低いんだ。さらに低カロリーに、豚肉と玉こんにゃくは相性がいいわよね。豚肉の量を減らして、その分こんにゃくを増やしたらセクシーヘルシーブリブリ快便よー。最後にブリブリは追加しなくてもいいんだぜ霊夢。他に食物繊維を加えるならキノコもいいな。キノコには不溶性食物繊維が多く、繊維質でよく噛まないと飲み込めないので食事がゆっくりになるんだ。早食いをすると満腹を感じる前に多く食べてしまい、さらに一気に栄養が吸収されることで血糖値が急上昇するんだ。じゃあ膵臓が一生懸命働いて糖尿病になっちゃうわ。美味しいものを食べると自然と早く食べてしまうから、よく噛まないと飲み込めないキノコを加えて早食いを防止してほしいんだぜ。そうよ、美味しいものはガツガツ食べちゃうのよ。そしてご飯にもち麦を入れて、水溶性食物繊維をプラスするといいな。ご飯を炊くときにもち麦を加えるだけだから簡単に作れるぜ。もち麦、プチプチ食感が加わって美味しくなるわ。次は人参だぜ。ゴーヤチャンプルーは栄養豊富なんだが、ビタミン A が少ないんだ。なので体内でビタミン A に変換される β カロテンが含まれている人参を加えてほしいんだぜ。あと人参は自然な甘みがあるから、ゴーヤチャンプルーに入れて美味しくなるわね。苦味と優しい甘みで美味しくなるわよー。人参は β カロテン以外のビタミンミネラルは少しずつ含まれているから、栄養の底上げになっていいかもな。それでビタミン B1 の多い豚肉があるから、ネギ科の野菜を加えてほしいな。ネギ科の野菜にはアリシンという刺激成分が含まれており、この成分がビタミン B1 の吸収率を高めてくれるんだ。ビタミン B1 は糖質からエネルギーを作り出すビタミンなので、体内で多くのエネルギーを作り出して夏バテ予防になるんだ。そうなのね、じゃあニンニクを入れてファイヤーよ。ニンニクよりもニラがおすすめだぜ、ニラは β カロテンが多いからな。じゃあゴーヤチャンプルーに足りない栄養を摂取できちゃうのね。それでキャベツのチャンプルーがあると言ったな霊夢。そうね、キャベツは安いから節約になるわ。そうだな、安いからいっぱいキャベツを使って、もりもり食べることができるな。そんなキャベツにはビタミン U という、ビタミンに近い働きをする成分があり、別名キャベジンと言うんだ。キャベジン、胃腸薬で効くわよね。そんなビタミン U には胃粘膜を保護する働きがあり、粘膜を修復してくれる働きがあるんだ。じゃあゴーヤと組み合わせて、食欲不振予防になるわね。でもこの成分は熱に弱いので、キャベツは軽く炒める程度でいいんだ。硬いキャベツが苦手なら春キャベツを軽く炒めるといいぜ。春キャベツは水分が多く生でも柔らかいんだ。いいわね春キャベツ、千切りにしていっぱい食べたいわ。ゴーヤチャンプルは豚肉の脂質が多いから、キャベツの千切りにして分けて食べるのもいいかもな。それでもやしのチャンプルーも解説したな。もやしも節約料理よ。もやしは水分量が多く低カロリーだけでなく、ビタミン、ミネラルはそこそこ含まれているぜ。もやしもいいわね、他にどんな食品を入れようかしら？じゃあそうめんにするのはどうだ霊夢？そうめんいいわね、チュルチュルー。じゃあ、そうめん同士がくっついてチュルチュルできないわー。そうめん同士がくっつかないように、流水でそうめんのぬめりを取ってから炒めるといいぜ霊夢。そうめんと一緒に炒めると、チュルチュルと食べやすくなり、食欲が湧きにくい夏にはいいレシピだぜ。ゴーヤも入ってるから、胃が元気になりそうだわ。また食べやすくするために豚肉ではなく鶏肉を使ったり、ツナを使うのもいいと思うんだぜ。鶏肉とツナも相性が良さそうね、鶏肉のささみであっさり食べるのもいいかも。それはいいな、あっさりして食べやすいんだぜ。もし美味しいゴーヤチャンプルーのレシピがあったら、コメントしてほしいんだぜ。私が食べに行くわよ。コメントしたらダメなんだぜ。それじゃあゴーヤチャンプルーを食べたら、沖縄のお菓子も食べるわよ。サーターアンダギー、チンスコウ、ベニーモタルト、黒糖のお菓子に、マンゴープリン。そんなお菓子がどこにあるんだぜ。マリサが買ってくれるのよ。まったく霊夢ってやつは。その前にゴーヤチャンプルーを食べるわよ。低カロリーにするためにこんにゃくを入れてセクシーに。それじゃあ作ろうか霊夢。はぁ、お腹いっぱいよ。お腹いっぱいなんだぜ。それで、沖縄のお菓子を食べるわよ。霊夢、そんなものはないんだぜ。なんでよマリサ、沖縄のお菓子買ってきてちょうだいよー。まったく霊夢はギャラーうるさいんだぜ。ギャラー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 うるさいんだぜ。霊夢軍曹、それなら俺らにお任せください。うるさい霊夢をどうにかしてほしいんだぜ。
はなけー。ちょっと待ちなさいあんたたち。キャー、これで静かになったんだぜ。ご友人との軍曹がいない間に我らが買ってまいりました。沖縄のお土産をご一緒に食しましょう。お、いいんだぜ、霊夢がいないから安心して食べれるな。それで霊夢は大丈夫かなんだぜ。どこまで飛ばしてくれてんのよ、沖縄じゃないわ。沖縄フェアです。沖縄の美味しいお菓子はいかがですか。サーターアンダギー美味しいよさ。あ、好きで沖縄フェアしてるわ、早速買うわよ。って財布持ってくるの忘れた。さあ今日は何食べようかしら。霊夢、全部はなしなんだぜ。もう、わかってるわよマリサ。それじゃあ、カレーよ。やっぱり日本人はカレーなんだから。そうだな、日本といえばカレーなんだぜ。カレーは栄養ドリンクよ、ごくごくごく。霊夢、カレーは飲み物じゃないんだぜ。ふはぁ、もう食べれないわー。それじゃあ私は、らっきょう、福神漬け、納豆を入れて、ミックスカレーなんだぜ。マリサずるい、美味しいカレーを食べるなんて。なんでもごくごくする霊夢が悪いんだぜ。では次の動画まで。ゆっくりしていってね。